といいいうことで毎度気にな,ないでございますさあ、えー、2021年のですね11月の9日ですね、えー、E9E119、えー、の日という <laughs> ちょっとよくわからないですけど <laughs> 皆様いかがお過ごしでしたでしょうか <laughs>、えー、僕はカ <laughs> ミですはい、えー、ということでですね、えー、今日も ねやっていきましょう毎日やっておりますけど毎日阪神野球ライブということでね11月9日ねえまあ予告を今日はちょっとね動画撮ってみましたけどね今日のニュースライブっていうのはこういうのやるよっていう予告をね今日はまああのこんなことあったよっていう流れをねだけを知る動画として1分半ぐらいであってもまあありかなと思って昨日は、まあ、なんかあのニュースのまとめっていう感じの動画にしたんですけど なんかまとめやってる人はもうよそにいるじゃないですかだから別に自分がなんかまとめれても面白くないかなと思ったんで「そうだサザエさんみたいに今夜ライブどんなことやるか」っていうのを予告にしつつそのサムネイルを見るだけで共犯者やったことの主要なことは抑えられるようなライブあの動画をしかも1分半ぐらいで書いてることを読むだけでやったらどうって言われたんですよねデカピオさんにね。ななんせね僕、あのー、昨日2本上げたような動画を作る時に めちゃめちゃ時間かかるんですよ。もうあのー、噛んでるところとかわざとカットしないですけど、基本カットしまくってるんですけど、まあ魂のこもってない？喋り方をするわけなんです。まあ、ライブの時にはもう要は崖っぷちなんで追い込まれてるから、もう逃げられないからいくらでも喋れるじゃないですか。うん、あのー、だからそういう意味では。 ももなな今日みたいな形もねまあ一応皆さんのねあのー、まあ、実験なんであの周期練習と一緒ですよタイガースが明日から周期練習始まりますけどまあ今日はね周期練習についてもいろいろねいろ、まあ、んなこ、あのー、スポニチに神田があるからいろんな周期練習についても記事書いてあったんでちょっとその辺ねツッコみどころ満載だったんで、まあ、突っ込んでいきながらみんなでこう喋っていけたらいいなと思いますので今日もよろしくお願いいたします。 さあ、えー、ありがとうございます谷口誠一郎こんばんは手塚幸太君もこんばんはお疲れ様ま真っ子やん来月こそ日本一お疲れ様、えー、常に勝心くんこんばんは <coughs> 光弘こんばんはよろしくお願いしますチャトラネコこんばんはいらっしゃいジュンこんばんはいらっしゃい伊藤投手、えー、牧投手月間 MVP おめでとうございますねほんまやねあの月間 MVP が新人が、えー、ダブルで選ばれたのって初めてだそうなんですよ。 すごいよね。今年の新人はっていうことですよ。まあそんなことも含めて触れていきますんで、少々お待ちくださいね。皆さん挨拶をしたら、順番にニュースやっていきつつ、ねえー、新しいニュースが飛び込んできましたって、あの動画撮ってる時に流れてきたニュースっていうもの、プラスアルファ、まあ触れずにはいられないでしょう。今日のタイトルでね、矢野監督続投、そして矢野監督のこの1年間の総括みたいなコメントがね、長々とあったんで、まあちょっとね、 えー、どんな感想を皆さん感じたかっていうのをこの後感じてディスカッションしていきたいと思いますんでよろしくお願いしますさてえー、ハッピーくんもこんばんはえー、シンシン部長モデレーターさん皆さんこんばんは、ね、もう部長と呼ばれてるね誰が部長やよろしくお願いします相談役やったのにね合格したみたいになってますけどストームさんこんばんはえー、まさし 月の成績伊藤将司投手のね10月の成績,の、ね、の成績5試合投げて27回3分の23勝0敗防御率0.98批判打19基本塁打3奪三振が15与えた四死球が6四席点が3左率190こう考えるとね僕僕ねもう結構あのまあ誤解を恐れずにいろいろと提言するんですけどジャイアンツ戦先発伊藤将司の方が良かったんちゃうっていう <laughs> 青柳さんよりね。 まあけどねーうーんうーんまあそんなねそもそも論言ったところでしょうがないんでねまあいろいろ喋っていきましょうさて WT こんばんはいらっしゃい <laughs> 糸原も小玉しもいらっしゃい牧選手の10月の成績打率4割5分2厘2塁打が11本塁打1打点8得点15ありがとうございますはい あのちょっと待ってくださいね、あのちょっとそういう情報をいただいちゃうとついつい読んじゃうんですけど、やっぱり式次第に沿って読んでいかないといけないかなと思ってるんで、ここでね、そのデータはちょっともらえるとありがたいかなと思ってます。はい。えー、ニュースもね、いただいてるんですけども、はい。まあ、あのトップニュースですね。トップニュースはもうやはりこちらでしょう。常に勝つ心くんが書いてくれてますけど、まあ、このニュースはもちろん今からやります。 あのそれよりもやっぱトップニュースですよ。矢野監督が続投4年目オーナー報告で受諾ということで、矢野監督続投が正式に決定しました、皆さん。まあこれはもう、ありがとうございます。なのかね。うーんなのかはわかんないです。正直皆さんはどっちですかどっちですかっていうか、その、何やろう、もう決まったのは決まったんですよ。言ったらスタメン決まった、試合は始まるってわけです。もう矢野監督で来年やるって決まったんで、もう、 ハ手ってうんじゃない気持ちでもうん頑張ってねっていう風にやっぱなっていかないと皆さん違うと思うんですようん矢野じゃ優勝無理とかね矢野じゃ永遠に無理とかねツイッターでねなんでそんなこと言えるのっていうようなツイ,ツイートもよく今日も見ましたけどうん一体矢野監督の可能性についてどれぐらいその人はね。 知ってるのかそもそもどれぐらいの人間的ねまああのそのなんか土台とかステージを持ってそういうことを矢野監督におっしゃられてるのかね正直分かんないんですよねうんだまあその辺はねやっぱね SNS ってねやっぱ出てくる情報でねなんか悪口言ってるとかね矢野監督やめろって言ってるっていうから自分も矢野監督長いものにまかれてやめろって言ってしまってるようになってないですかっていうチェックをもう一回してくださいようんつまり何が言いたいかというと日本人っぽい ね、選択してませんかってことですみんなが言ってるから、ね、8割の人が言ってたからじゃあ本当にそれが8割の人が間違ったことを言ってた時にどうする ?2 割の人が「ねえー、ノアの箱舟ね隕石落ちてくる?」って本当のこと言ってんのにノアの箱舟に乗った2割の人が生き残って8割の「そんなの来るわけないやん」って言ってる人の方を信じてしまって隕石来てボッカーンなってその人たちはドッカーンって飛んでそのままノアの箱舟だけ宇宙に飛んでいくとかだ。 でしょ少数派が間違ってるっていうことが必ずしも正しいとは限らないというのが世の中なのでむしろ少数派の人間が大多数の人間をうまーく回してるのが世の中の仕組みだっていうふうにまあ若くして気づいた方が世の中の仕組みが早く分かっていいと思いますよっていうふうに僕は言っておきます。はい、えー、さあ、ということでですね、えー、矢野監督の、ね、続投の件についてですけども。 はい、大阪市内の阪神電鉄本社、えー、藤原竜樹オーナーにシーズン終了報告をの行った際に9月に受けていた続投要請を受諾したと記者会見した矢野監督は優勝できなかった責任は感じているが全力で取り組んだ結果なので受け止めると新たな挑戦としてもう一回頑張ろうと思うと決意を述べたと、はい、この後あの1問1答式で全部読みますお待ちください、えー、3年契約最終年だった今季は佐藤輝太新人の活躍もあって前半戦を首で折り返したが 後半戦はだから失策してないんですけどね、うん、ヤクルトが、えー、急加速タイガースはゆるゆると貯金は増やして、うん、だからディープインパクトに負けて2着になった馬がディープインパクトのことをねあのじゃなくて、ね、ディープインパクトと戦った馬がですねうん 2着やからってディープインパクトの素晴らしさをたたえた方がええんちゃうかっていうこともあるじゃないですか、うん、あの馬急に例えになりますけどつまり阪神はディープインパクトと鼻さの勝負で負けてるようなレ競馬をしてるわけですよ、うん、じゃあ阪神は弱いんかって言ったら俺はディープインパクトもすごいけどこの2着に負けたこの馬も強いと思いますよっていうことですわ、うん、でしょうよ、うん、だからそういう意味では矢野監督は失速したと俺は思ってませんけど皆さんはどうなんでしょう 優勝したヤクルトとゲームしの2位に終わりでしょ、うん、クライマックスシリーズファーストステージは巨人に連敗して敗退したと矢野監督は勝ちきれなかったチームを僕自身も成長が必要背中の選手の背中を押して自分も頑張っていきたいと話したと、うん、まあ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 、まあ、そらそうですねっていうことを言いつつまあ,あのこの後と矢野監督の一問一答全部読みますんでめっちゃ長いですけど皆さん「ね、矢野の矢野の矢野の話を聞け」ですよ。 うん、5分ぐらいはあると思いますけど、うん、まあまあ長いねコメントでしたけどさあ、えー、13巻こんばんは今日は近本浩二選手のお誕生日おめでとうございますそうなんですよ近本選手お誕生日おめでとうございます27歳ねまあ今年近本選手は僕600打数200安打っていうね予想を立てたんですけどまあで 3, 3割3分3厘まあひ下回りましたけど187本ヒット打って178本かヒット打って。 僕の中では90%近本選手が出来上がってきたなって思,い思ってるんで、あの、近本選手、来年はね、あの、200本アンダー、そして100得点で、えー、MVP 狙ってほしいなって僕は思ってますんで、近本選手、ぜひよろしくお願いします。来年は、なんばなんかな、まあ、その辺も含めてチーム事情ですね。自分がどんなバッティングしたい、どんなバッターになっていきたいかっていうビジョンをもっと大きく持ってほしい、そんなタイガースの宝。 塚本選手、お誕生日おめでとうございます。はい。えー <laughs>、サビキこんばんは、ケイマナこんばんは、古谷こんばんは、ずかこんばんは、<laughs> 予告動画良かったです。ああ、よかったですか。さーて、今日のなんでやねんさんはってことね。うん、えー、京香音さんこんばんは、今日もよろしくお願いします。ねうん、え藤井こんばんは。<laughs> さて、小暮れもこんばんはいらっしゃい。<laughs> ちょっとニュースちょっと待ってくださいねそうなんです最新ニュースここにないニュースの中で僕が取り上げようと思ってたのは今日のサムネイルなんですけどまああの矢野監督続投、うん、っていう話をじゃあ先にちょっさせてもらいますねその後このニュースサンズロハスラスケットおかえりっていうところをまず読みますけど矢野監督が、えー、一問一答で言った言葉を皆さんにご紹介しますはいえー、どこだちょっと待ってね、うん、あれさっきあった <laughs> あのね、4つぐらいあったんですよ。すごい長い記事やったんですけど、えー、矢野監督のトーク123ってあったんでここからいきましょう、えー、矢野監督のトークを見てください1上を目指してほしいという激励の言葉をいただい <laughs> 本日はえー 違うなあじゃあこっから読みますね谷本治副社長の冒頭挨拶からいきますねお待たせいたしました本日はお忙しい中会見にお,祭りお集まりいただきまして誠にありがとうございますご承知の通り今シーズンはレギュラーシーズン12球団最多の勝利を挙げることはできましたものの 首位スワローズとゲーム差なしの2位という結果で、被害の優勝は逃し、地元甲子園にジャイアンツを招いて起こりました2021ジェラクライマックスシリーズ背で、ファーストステージにおきましても、皆様が待たれていたタイガースの勝利をお届けすることができませんでした。我々、阪神タイガースに所属する 全員にとってこれ以上ない悔しいシーンズとなりましたタイガースの優勝進出最後まで応援してくださった全国のタイガースファンの皆様も同じお気持ちであろうとお察し申し上げますコロナ禍で日常生活にすら不自由をきたす中で球場に足を運びいただきました多くのファンの皆様テレビラジオネットでの中継で最後までタイガースの勝利を願って応援していただきましたファンの皆様に球団を代表して心からお礼を申し上げます またプロ野球の魅力にご理解をいただき、多大なサポートを一貫して続けていただいております、スポンサー企業の皆様、さまざまな活動制限、新たな取り組みにご協力をいただきました、メディアならびに球場関係者の皆様に対しましても、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。とえー、さて、先ほど矢野監督とともに、えー、藤原オーナーを訪ね、シーズン終了の報告を行ってまいりました。藤原オーナーからは1年の激闘へのねぎらいの言葉と共に、来シーズンに向けての激励のメッセージを受け取り、 チームフロント一丸となって早速明日から2020年シーズンのセ・リーグペナント脱痕に向けて指導する旨の報告をしてまいりました今季優勝にわずかに届かなかった理由足りなかった課題は振り返れば実はたくさんございますまだまだ強くならなければならない球団でございますので投手、えー、選手コーチ監督フロントが、えー、個々の課題を検証タイガースファンの皆様が長らく待ち望んでいただいているセ・リーグ優勝に向けチーム力の強化に徹底して取り組んでまいります 今後とも変わらぬご支援をたまりますようお願い申しし上げままて、て冒頭の挨拶に返させいいただきますということでまあ堅いですけどすごく、まあ、話したいことがまとまってるいい挨拶じゃないでしょうかねうんまあねはいそして矢野監督への質問ということでどのような報告されたんですかと聞かれて、えー、矢野監督がまあ答えましたということで矢野監督で答えていきたいんですけどちょっと待ってくださいね。 矢野監督で答えたいのに矢野監督がいないパターンもある <laughs> <laughs> そんなこともあるよねそんなこともそんな夜もあるだろうって感じですけど <laughs> もういないんでいいですはいえー、ちょっと思いますね ご苦労様という言葉をいただきまして、もちろん若手をよく使ってもらえた、よく頑張ったというお話もいただきましたし、一方でやっぱり最後、優勝を逃した、クライマックスも勝ち上がれなかったというところでは、まだまだ鍛えて、さらに上を目指してほしいという激,労の激励の言葉をいただいたと。僕も思わったばっかりですけど、なんとかここの悔しさを明日からぶつけていきたいなという、そういうお話をさせていただきましたと。はい。えー、続いて、うーん。<coughs> 続いてですね、えー、続投発表もあったが来季に向けての話もっと聞かれて、そうですね、まあ3年間できていることも言っていただきましたし、えー、僕としても来季なんとかその期待に応えたいという気持ちになりましたと。えー、首位ヤクルトとゲーム男子の2位、根拠を振り返って、えー、本当に関位幕すごくいいスタート切れましたし、交流戦が終わるぐらいまでですかね、本当に目指す野球というか、そういうものは本当によくできましたし、オールスター交流戦以降は本当にチーム全体が調子も下がってしまいましたので、 えー、僕的にはずっと周囲にいたので苦しいというか勝つのって大変だなというのも実感させてもらいましたしでも10月にはまたみんな本当にいい粘りを見せてくれたんでそういうところではチーム全体の底上げというか全員のチーム一丸となって戦うそういうものができたかなと思っていますと、えー、さらに続けてただこのゲーム差のないシーズンだったということを思えば僕自身何かに 何か采配であったりかける言葉であったり何かできることがあったんじゃないかなってことはすごく思いますしだからこそすごく悔しいですしでも選手もそうですけど僕も目の前の試合へ全力でやりきってきましたのでそこに対する後悔はありません全員で何とか勝ちたいという思いで戦い切ったただそこで勝ちきれなかったというチームとしての成長と僕の成長が必要だなというところは身をもって感じることですとえどの辺りが成長できたんですかと聞かれて 一年目から競争というところを僕は大事に、やっぱりチームが強くなる上では競争があってこそ、同じユニフォームを着てますけど、やっぱりみんなライバルでポジションを争っていくメンバーなんで、それぞれ競争というのはずっと言ってきてますけど、そういうところでは今年はルーキーがね、その競争にすごく入り込んできてくれたシーズンだったんでと。えー、前より一層競争が激しくなって、チーム全体としても先ほど言ったように底上げができてきましたし、僕も含めてコーチ陣も、僕は失敗を恐れたり挑戦しないのは僕たちの野球じゃないんでね、 失敗してもどれだけチャレンジできるかそれを僕たちがどれだけ背中を押していけるかそういうのをこの3年間ずっとやってきましたしそれが見ている人をワクワクさせたり喜んでもらえたりまた選手が成長してチームが強くなることだと思っているので3年間それもやりきってきましたので引き続き来季以降も選手たちの背中を押しながらやっていきたいと思いますと、はい、もうちょいお待ちくださいね、えー、皆さんのコメント全部読みますんで <laughs>、えー、この選手が特に成長したと思うところはと聞かれて うーんまあ、ルーキーが試合に出ること自体そんなに簡単なことではないですしその中で一番注目されました佐藤テルもキャンプから正直どこまでできるのかなという目でプロの目で僕たちも見ていきながらこんな風にできるんだこんなにできるのとキャンプの時によく言ってたと思うんですけど早く壁にぶち当たってほしいとその壁が本当になくねいろんなものをクリアして佐藤テル自身もやってきたので夢のある選手だなと一年戦う上で可能性をファンの皆さんを魅了するものがあると。 えー、一方で中盤以降苦しい時間を過ごしてテル自身がねここからは佐藤輝がプロ野球という世界で成長するためにはなくてはならない時間になったと思うのでその時間をどれだけまた塗り替えてくれるのかその上の伸び幅はどこまであるか分からない魅力ある選手なので今後もやっぱりチームを中心選手に育てていけるようにねしっかりやっていきたいと思いますと、えー、次に伊藤正史に言及しました正、えー、史に関しては新人で2桁ローテーションも1年間ほぼ崩すことなくやってくれましたし規定投球回数に届かなかったのはね ありましたけど最後は中継ぎもやってくれたりとかフル回転してくれたのでね体大きくないですけど気持ちの向かっていく一番いいところを出してくれたなと思うんでその基準がある中で来季を迎えるんでね2年目のジンクスは誰もが言われることですけどそういうものを乗り越えてもね、えー、来季もローテーションの中心として今年以上の活躍を期待したいピッチャーですと最後は中野について中野に関しては1年目から通るようなタイ,タイトルを取るのはびっくりしてますし <laughs> キャンプの頃は盗塁セーフになることがあまり見たことなかったんで、本当に一緒にね、コーチ陣もスコアラーも力を合わせてくれて、特に筒井コーチなんかもね、付きっきりでるようにしてくれたのもありますし、通る王っていう形になったのは自信にできると思うし、体は小さいですけどね、逆に子供たちにも夢を与えられるような、そういう魅力ある子なんでね。でも他の中堅、他の若手も黙ってないと思うので、ショートにはいっぱい選手がいるので、誰が勝ち上がってくるのか、また,た、ムがそこにどう挑んでいくのかを楽しみにしていますと。はい。 えー、ラストです。<laughs> 長くてごめんなさい <laughs>、えー。課題のあるチームでここをもっとというところはどこですかと聞かれてそうですねまあもちろん皆さんがよくねファンの方にも言われることですけどやっぱり守備のエラーはもちろん減らしていかないといけないと思いますしそれがなければというとなんですけどもちろん優勝も可能だった可能性も十二分にあるのでエラーがねなければそこは監督としても受け止めてやっていきますしただこれもそうなんですけど伸びしろだと思ってるんで。 まだまだ減らせると思ってるし、減らされた先は僕たちがもっと上に行けてると思うんでね、チーム全体で取り組むことなんで、克服できていけると思うんで、えー、課題は多いですけど、足りない部分を補うこともやっていかないともちろんだめですし、でも同時にいいところを伸ばすこともどんどんやっていかなければいけない、先ほども言ったように、僕自身の成長も必要になってくると思うんでね、そういうのは全員で取り組んで、マイナスの部分をプラスに、プラスの部分はもっとプラスにしていくように、選手の背中を押して自分を頑張っていきたいと思います。 最後に、えー、今年もコロナ禍の中制限がありながらのシーズン、少しずつ観客が増えていった、改めてファンの存在とはと聞かれて、やっぱりクライマックスや勝ちきれなくて残念な思いさせてしまいましたけど、最後の試合なんかは本当に普段に近いような形でできるようになりましたし、本当にコロナ禍というのは僕たち去年はちょっと辛いシーズンになりましたけど、いろんな当たり前がなくなる中で野球をやらせてもらえて、そこにはファンの方、球団の方、多くの方が携わってくれたおかげで、僕たちは野球をやらせてもらえた。 一生、自分たちの心の中における野球をやれるのは当たり前じゃないんだなということをしっかり軽減させてもらえた年になりました。その中でタイガースファンに、えー、期待してもらって結果として優勝できなかったのは責任を感じていますけれど、最初にも言いましたけど、これは僕自身受け止めて、また新たな挑戦を来季に向けてしていくことを皆さんにお伝えして、もう一回頑張ろうと思っています。以上、呼んだねうん、呼んだねめちゃめちゃ呼んだねはい、<laughs> お疲れ様です。 皆さんを散々持たしてでも呼んだね。うん、なんでや部長、こんばんは。カズ、こんばんは。清金さん、こんばんは。エピコフィールド、こんばんは。びっくりされた、この人は、それだから改、ね、め、多分阪神応援総部長で、部長でいかがでしょうか。うん。ねえ、どうなんでしょう。相談役でもいいですけどね。えー、リブレラブレ、こんばんは。<laughs> えー、続投は当然でしょう。それで死にしたら誰も監督やりたがらない。フ <laughs> ォレストワンテン、お疲れ様。 ひやんさん、こんばんは。よろしくお願いします。星野監督みたいにどっか体調が悪いのは別だけど。哲さん、こんばんは。今日ワクチンを打って夜勤休みます。うん、今日あ、明日うん。うん、いい、どうぞ。<laughs> 矢野監督の続投は当然。いえ,いえ微妙です。来季は梅野、マルテ、サンズ、スアレスの動向で大きく変わると思います。うん。えー、頑張れ、応援していると。チームは失速してないけど、打線は失速したいというのが正しい表現。うん。 その辺は今日この後触れていきますよ。V イツトラコンなデータで触れていきますんで。さあね、どんどんね、皆さんのコメント読みつつも自分の話も進めていきますね。森本みかんこんばんはいらっしゃい。<laughs> 鹿児島タイガースもこんばんは。ええー、こんばんは。 さあ、えー、近本選手は3年続けて結果を出したので、1人前になりましたね。おめでとうございます。ね本当におめでたいね。スケコー君もこんばんはいらっしゃい。予告動画面白かった。あ、そう。ありがとう。嬉しい。コメントください。えー、僕が基本的にあの動画を上げてるときはコメントが欲しいなって心の底から渇望してるんで、コメントが10件ぐらいしか来てへんってことは、あかんなって思ってます。はい。えー、こんにちは。コロナ無事態でよかったね。トラガー、こんばんは。<laughs> 個人的にはなや守備コーチは変えてほしいですけど矢野監督で優勝日本一を勝ち取ってもらいたいと。哲、こんばんは。中村大輔、こんばんはいらっしゃい。<laughs> 矢野監督にはまた来年頑張ってほしいけど、丸、えー、月の七日、日本一決定とか優勝旅行の土産とかはいいかなと。うん。うん、えー、岡健、こんばんは。ちょっとまずさい、ね、皆さんのコメントを読みたいんで。 2005年の日本ダービー1着ディープインパクトを2着インティライブよも強かったですそういうことです今日佐藤君自主練してましたよってうん明日明後日からトラテレで周期練習の模様をライブやるんであのできる時は周期練習ライブやりますはいあのまあけど平日のねドヒルマンなんで多分見に来る人もそんないないかもしれないんでまあ、やるかどうかわかんないですけど、まあ、自分のまあ阪神の試合が終わったんで僕自身もちょっとねあのデカピオパイ戦のね、えー 出産と家族も増えるんで、ね、ちょっと阪神のライブやらない時間は夜の時間このライブ時間以外はあの今日みたいな短い動画を上げて基本的には昼間はなんか別のねあの元々やってる会社の仕事をやらなあかんっていう事情はあるんでねはい、えー、後半戦失速という記事が上がってますが前半は貯金15後半戦貯金6で今シーズン貯金20で失速はしないそういうことですはい。 えー、インティ・ライミにリンカーンが懐かしいってね。2019貯金1、2020貯金7、2021貯金21課題はあるけど期待している。うん。<coughs> えー、やっぱり梅野がキャプテンしなあかん。僕はドリームパスポートが好きでしたねえー、リンカーンはディープが出てなければ、前のトップガンのレコードを更新できたんですけどね。ははははは。ねえ、反射、関、こんばんは。まあ、あの、ありがとうございます。ちゃんと競馬のネタにも反応してくれて。優勝を逃した原因として、西祐希の不調、佐藤輝の後半の不調、大山のて4番定着できない。 藤並織はやありますが期は副長すが来で翔平こんばんはお疲れ様守備のエラー多いと思うんですが3年前から考えると減っては言うんですよね失点につながる印象のあるのが多いのでやたらと言われますがうんまあちょっとね大山の守備の対価がちょっと俺は激しいなっていうのはやっぱ思います後でちょっとマサポンさんに守備のねあのデータちょっと流してもらおうかな2011年からのデータオ、うん、フランス万福さんお疲れ様 えー、貯金21で優勝できないのは本当不思議なシーズンだったと思います。ただやっぱり守備のミスだったり、ここでの1本の差が勝敗を分けた。守備の改善と一体への執着心。せやな。うん。えコー高チャンネルこんばんは。読 <laughs> んだよね呼読んだよね失速してないですよねそうです。うん。えー、だって最大23までいったやなぁ、21やったけど。100歩こんばんはお疲れ様、ま。来年の矢野阪神に期きたい。<laughs> めけどめちゃめちゃ読んだけど聞き聞いてもらったけどめちゃめちゃ読んだ割には全く流してないからねちゃんと矢野監督が喋ってるように言葉の重要さをちゃんと意識して読んだのは読んだんで、うん、ちゃんとみんなが聞いてて不快感がないように藤川球児氏が聞いてても矢野監督そんなこと言ったんやーっていうことがちゃんと分かるようにと思ってちゃんと呼んでるんでそこは魂込めて呼んでるんで皆さん伝われば嬉しいなと思うんですけどうん。ととなく読んでるだけやとね あの棒読みになっちゃうじゃないですかこうやってさこんなんしてさ読んでてもさ <laughs>、うん、ちゃんと僕なりにあの矢野監督の言葉を汲み取ってちゃんと読んだつもりいや読みましたはいだからきっと皆さんにちゃんと矢野監督がどういうことを言ったかっていうのは伝わってると思いますけどはい伝わってるよなウェーイって感じだけどはい <laughs> はい、まあということでねえー、お犬のトンさんこんばんはエラーと打線沈黙はストレスたまるうえてかわいい名前ねお犬のトンは <laughs> いらっしゃい初見さんかないらっしゃい来年は甲子園に行きたい行きなさい行ってくださいはいリーダー18こんばんはこんばんはいろいろ言われる守備専門の久慈輝彦コーチは矢野昭弘、大鵬関川の五連藤監督自身の相手なのよねはい <laughs> は,はい でその後はな何もなしいはいおっちゃんこんばんはあすマいらっしゃいサンズのホームラン見てたら残ってほしくなるまだ残留の可能性あるんちゃううんそう決まった日を応援するの見ていやまあ決まってんから黙っとけやとは言わん決まったけど言うべきことは言っていこうっていうのが僕のチャンネルのスタイルなんでただ決まって試合始まったら応援せなどうしようもないやんとはいつも言ってるうんけど選手が変わるタイミングでここはそうじゃないっていうのはやっぱ言いたくはなるよね 結果論だろうとなんだろうとねうん <laughs> えーサードセカンドが特に守備のミスが目立った印象 <laughs> だんだんだんこんばんはヤクルトの後半の攻撃がすごかったうんねえディープインパクトの若草ショーぐらい若草ステークスぐらい飛んできたそこまで飛んできてないと思うけどなうんまあうんどうでしょうねどれぐらい飛んできたか どうなんだろうなぁ。ひしまさるのダイヤモンドステークスぐらいは飛んできたかもしれな。いな <laughs> 絶対わからへん。うん。ダイヤモンドステークス出てないか、ひしまさるは。ひしまさるって昔いたんだよ。ニュージーランドトロフィーやったっけまあいいや、そんな話もいいや。競馬の話はまあ置いといて。まああの、そんなに反応しなくていいっすよ、競馬の話は。補給のミスは土のグランナーである程度目をつむるとして、スローイングを改善してほしい。スローイングのエラーはル類までいかれるケースも多い。ね、翔平。ポコトラ、こんばんは。 えー、梅田さん、こんばんは。いらっしゃい。今日も来てくれてありがとうございます。りょうちゃん、こんばんは。今日の矢野監督の会見は中身が濃い関係と思いました。ほう、その心は。来季は守備もややいですが、中継どうした深刻です。岩崎、今シーズン12球ので一番危険な投げ方してるっていう数値が出てるらしいので心配。その数値は何なのか、その文章は何なのか、ソースをもらえるか、もしよかったらその文章を貼ってみんなにシェアしてあげてよ。はい。えー、 近本浩二の誕生日はおめでとうって言っていいです当たり前やん <laughs> 何なの何なのその <laughs> その倫理観何なの何なの阪神優勝せえへんかったらあのー、阪神が優勝せえへんかった後に誕生日になったやつお祝いされたらあかんの <laughs> 大丈夫うんおめでとうって言っていいに決まってるやん <laughs> 何なの阪神優勝せえへんかったら優勝せえへんかったチームのやつは誕生日おめでとうって言われたらあかんの <laughs> 不思議なこと言うね あなた面白いねうんヤクルトと巨人どっち勝ってほしいですかいや別にどっち勝ってもいいですうん来年勝ちたい来年その両方に勝た,勝たなあかんと思いますけど中継ぎの国士の手法なんていうか忘れましたけどうんまあだそういうのはやっぱねそういうのを見ててそういうのをみんなにシェアすると阪神タイガースファンにありがたいと思われるしツイッターとかもいいね増えるようんそうそういうなんか僕らも まあ阪神タイガースでサーチしていろいろ知ってるけどそういうなんか切り口がわからないような新しい視点のものを見逃してる時もあるんでまあそれチャンスやと思ってくださいね。自分が手に入れた情報が実は人にこの人役立つ情報をくれる人やなって思われるチャンスなんでぜひよかったらシェアしてくださいね。あの人にね重宝されたいんやったら自分が知ってる情報を人にシェアしてあげる。 自分が知っているいい情報は人にシェアしてあげると人にありがとうって言われるから人にありがたがられるからそうするとあることが難しいつまり貴重な人間になれるんですありがたい人間なんでそれがねはいえ自分は CS で甲子園行きましたが第二戦のスタメン発表で梅ちゃんとテレが呼ばれた時の感想は今でも忘れないぐらいすごかったですと梅ちゃんが残留して来年は頑張ってほしいですとうんはい 守備、えー、のミスが目立たないぐらい得点力があればいいけどないからミスが目立ってしまう前半は得力があったがミスが目立たなかったけどと周、えー、期練習は1軍と2軍ごちゃ混ぜ練習みたいなので2軍の選手がついコーチに出会ってソウル技術以上が上がるの楽しみと <laughs> 春人は来年1年投げきれるかなと、うん、佐藤大輔こんばんはさあ、えー、一旦ねコメント311に来てますけど全員と挨拶したんでファスサダ今晩んんはいらっしゃい来てくれたりけとう ね、今日言ってた通り1番から順番にニュースやっていきましょうかね、えー、皆さんもう是非ねチェックしてもらいたいんですけど僕があの皆さんにシェアするって言った内容を今からシェアしていきますねさあ阪神 V 字の舞台裏助っ人8人制の講罪前半は成功も不満噴出これ連載が始まりますまず1番について今から話しますまず皆さんこのことについて話していってくださいちなみにあの先ほどね えケ、ー、助っ人がもう帰国したっていう記事ね、上げてくれてたんで、そこだけ先に、じゃあ読んでおきましょう。えー、常に勝つとこ君ありがとう。阪神、サンズ、ロハスら助っ人4人が同日帰国。声援に本当に感謝、日刊スポーツより。阪神は9日、ジェリー・サイエンズ外野手34歳、メル・ロハス・ジュニア外野手31歳、ジョー・ガンケル投手29歳、えー、ラウル・アルカンタラ投手28が同日に帰国したと発表した。えー、阪神、サンズから、えー、タイガースのファンの皆さん、 <laughs> それ俺の喋り方もないねな <laughs> まあいるやつだけど阪神タイガースファンの皆さんの2年間の声援に本当に感謝している最後はチームも残念な結果になってしまったけれどみんながベストを尽くした結果だと思っている来年も皆さんにやれることを期待しているよ3時ですねはいで続いてロハスちょっとロハスは。 いいないんでちょっとカズキの顔をイメージしてくださいロハス今シーズンはコロナの影響で来日が遅れ十分な準備ができなかったし難しいシーズンやった自分が思い描いてたよりも日本の野球に順応するのに時間かかってしまったこれからアメリカに戻って来季に向けてしっかり準備して必ずチームを日本一に導きたいそして来年日本シリーズで MVP なるよってロハス言ったらしいですいいようんええー、阪神ガンケル個人としてはシーズンを通して来年につながる言い分もあったけど チームとしてチャンピオンになれなかったことが悔しい。またタイガースファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみにしてしっかり準備していきたい。優、ま、等、あ、生ですからね。ガンケルはこんなコメント。そして最後にアルカンタラ。最後は悔しい結果が終わってしまったけど、最後まで応援してくれたタイガースファンの皆さんには本当に感謝している。熱い思いは本当に力になった。来年も皆さんの前でベストのパフォーマンスをお見せできるように頑張っていきたいと。 まあ割とね優等生な感じですね2人特にピッチャー2人はねはいまあそんなコメントを残して彼らはアメリカに、えー、方々自分の国にね帰っていったということでございますうんえー、<laughs> えー、えええええええ人間力が高えええええそれはそ,その通りですよ。 だってさ、これ、情報見てさ、阪神の情報を知るだけなんて、別に誰でもできるんですよ。まとめやってる人見るとかね、自分で僕が上げたにあのニュースをね、Yahoo で阪神って入れといたら、阪神のニュースだけ拾って読んどきゃいいんですけど、それじゃあ勉強になっただけじゃね、知識を深めつつ、考え方を学ぶっていうことによって、応用が効く人間になるんですよ。そうすれば強い人間になれるんでね。 うん、生き方っていうのはやっぱりね先人に学ぶことっていうのは必ずありますんで、うん、さて、えー、夏場以降の躍進ができなかったことをどう分析してどう課題を解消していくかが知りたいと、うん、ロハス・ジュニアいつ日本に順応していくるか来年ちゃう、うん、来期優勝に何が必要でしょうかマルテス・アレスタレ・タでまあ待て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 こっから読むからうんアカンラップ思想っていうなんですけど画像しか見つながらなかったアカーンっていうことかうん まあなんか自分の言葉でもしあれやったら説明してよ。<laughs> まあいいよ。<laughs> マルテとスワレス対談なんですかいいやいや対談じゃないでしょ、うんいやいや。対談してどうするのよ。<laughs> マルテ、おスワレスさん、今年どうだったラパンパラ、一緒にやろうお言っても知らんがなってなるやん。<laughs> お疲れ様言っといたらええやんそのいや。対談はないやろ。個人としては散々残ってほしいわ、言ってね。 えー、サンズ残留希望です、来年も待ってるハッピーサンズ。外国人8人制の講座あると思いますが、8人生だこそたた、競争意識が高まって、高いレベルの争いができたと思うということで、いきましょう、この記事。参ります、えー、独走からの V2CS 敗退、矢野阪神、名とアン。シーズン2で貯金21の矢野阪神は、クライマックスシリーズのファーストステージであっさり巨人に連敗して、あっけなく終戦。 え前半戦の首位を回送、2位に最大7ゲーム差をつけて、16年ぶりの優勝かと期待を抱かせたが、最後の最後でヤクルトに大逆転を許した。矢野阪神、名と安と題して敗因を検証。8月下旬、2軍調整が続いていたマルテが、自身のインスタグラムに衝撃の書き込みをした。バックホームスーンチームは首位を走るシーズン真っ只中、もうすぐ故郷に帰るとも受け取れる突然の予告だった。他にも不可解な書き込みを残すなど心は覆われ、 すぐに書き込みは削除されたがそれを見た関係者の間でも動揺が広がった矢野監督もナロハンまで出向いてい心のケアを行うなど思わぬ事態が起こっていた5番、えー、3番で前半戦の快進撃を引っ張り矢野監督も MVP に投げた助っ人に何があったのか球団はコロナ禍で家族に会えない助っ人の心を暗示五輪ブレイクを利用して、ねえー、一時帰国を認めたとだがマルテは救援に出場した分ロハスより5日間出国と来日が遅れた 8月13の後半開幕はロハスとサンズを登録。マルテは14日間の自粛期隔離を終えて9日に再合流していたが2軍発進になった。すぐに1軍に戻れると思っただろうがロハスも絶好調。マルテは2軍で5試合に出場し打率4割6分2厘、日本塁だと格の違いを見せたが上がれる気配がない。その後、寝違いによる首痛を訴えるなど1軍に呼ばれたのは8月31日だった。なぜ前半あれだけ活躍した自分ではないのか。 そんな疑問が頭に浮かんでいたのかもしれない外国人6人体制の機関が、えー、一番うまく、えー、ちょっと待ってくださいね、うん <coughs> えー、<coughs> もう一回読みますね外国人6人体制の機関が一番うまく回っていた コロナ禍の影響でロハスとアルカンタロの来日が4月までずれ込んだが、マルテ、サンズ、ガンケル、スガレス主力となり首位階層を引っ張った。エドワーズとチェンは不,不調もあって大半が2軍だったが、1軍の4人全員が大活躍したことで住み分けができたと。だが歯車が狂い始めたのはロハスとアルカンタロが1軍戦力として状態を上げてきた夏場からだ。1軍バリバリで好調な6人をどう使い分けるのか。昨年はマルテが故障するなど、空いた穴を埋められなかった教訓を踏まえた8人制だったが、 目立った離脱もない誰か一人は二軍に落とす必要が生まれ理由付けも必要になってくる矢野監督は何度も枠の問題があるので総合的に判断しますと頭を悩ませ続けたそうです「虎最多の外国人8人体制は大ファインプレーにも見えた」「コロナ禍の入国制限で他球団の外国人選手の来日が遅れる中マルテ・サンズ・ガンケルラ2年目以降の外国人が春キャンプに合わせて来日」「外国人同士の競争心も相乗効果を生み開幕にきっちり仕上げた」 開幕ダッシュからの快進撃は間違いなく外国人の活躍は要因の一つだった。それが新外国人ロハス・アルカンタラが加わり、さらに加速するかに思われたが、外国人はウィッグのやりくりに苦心する結果になった。結局マルテは後半戦44試合で打率2割1分3厘、ホームラン6本立て25。一度心を乱して影響も大きかったのか、前半戦のような働きはできなかった。そして前半戦を引っ張ったサンズは2年連続夏場の息切れで2軍に落ちた。 えー、この間アルカンタラが不在だった7回の男にできたが今度はサンズが二軍戦や練習試合で本塁打を打って状態を上げても CS で登録さえできなかった前半戦の功労者だったサンズは何を思い終盤の練習に参加していたのか一見強力な8人制の弊害も失速の要因になったとうんなかなか切ない記事ですねうんなかなか切ないですねこの記事は。 さて、えー、皆さんのコメントを読みながらちょっとこのことについてまあ喋っていきたいと思うんですけどもねうんまあまあバッコウムスーンはねもうすぐ一軍に戻るよっていうことやったと思うんですけどまあねまあ誠しなやかにねまあ噂レベルなんですけどね。 なんかまあ、マルテの代理人が試合数少なくなったら給料が代理人に入るのも減るからみたいなことで、ね、一軍に上げないんだったらもう他球団に8月31日の出場期限までに他球団にもうトレード出してくれとで他の球団で活躍するからだって俺は野球できるのにっていうようなことをまあ言ったんじゃないかみたいな話はまあネットでも情報噂は流れているという中で。 まあだから普通に考えてやっぱりマルテをね3番で使ってあれだけね前半戦いい形でまあいけてたのにね後半の開幕からマルテを外したっていうのはねうんまあかけ外なんかボタンでいうとボタン3つぐらい外してかけた感じは俺はしたけどね。 うん夏場以降の躍進ができないことをうぶんすごいよんだな。うん、えー、トラキジーと荒尾師こんばんはパンダ橋さんこんばんは。<coughs> えー、サンズは他球団からしたら怖いよサンズの来年も会いましょうに猛虎魂を感じたただね一つ気になったのはねサンズのコメントはね2年間応援たくさんしてくれたファンに感謝しているって言ってることなんですよ。 2年間って言ってるんですよ本当に2年間って言ったんだとしたら総括してるよねってことですその自分がいた2年間をつまりどういうことかというとまあ、そういうことですよ2年間ファンの応援に感謝しているって言ってるんですよ今年もね優勝はできなかったけどファンの皆さんに感謝してるって1年でまだ辞めるかわかんない人は言うよねっていうことなんです2年間ありがとうございましたっていうのはさ 旅立つ人の言言葉葉にある言葉かなっていうところはちょっとそのコ,コメントが実際に喋ってる時にトゥイ a ーズみたいな感じたらありがとうなんでやねん Thank you forever みたいなの言ってたんやったらさもう絶対やなと思うんですけど僕は聞いてないだけに日本語訳が2年間って言ってないのに2年間って言ったんじゃちょっとまあ分からへんっていうのはあるけどうんだからサンズがね来年も会いましょうっていうのは自分は来年も会いましょうって言って別れたんだけどっていうことなのか その辺なんですよね。えー、今日 MBS ラジオの番組で解説の八木さん、マルテの4番は物足りない、フォアボールを期待して外国人を取ってるのではない、来年はホームラン30本100打点を上げれる助っ人、外国人を取るべきとか、<laughs> いや、まあ、あのね、八、ま、木、あ、さん、まあ、八木さん探してきて、うん、30本100打点取れて1億円ぐらいで来てくれる選手。<laughs> マルテは我がままの割にいまいちな成績。<laughs> サンズのホームランとファインプレーで救われたシーンは思い出されますねうん。来シーズンは外国人が必要なんではないかと思ってしまうオマリーさん。って <laughs> マルティは好きやけど去就成績で残ってもらったことは阪神に感謝しないととあ。去年の成績でねうん。チェーンはなぜ残留なんだろう。2年契約だからです。うん、<laughs> アルカンタラ・ガンケルみたいに2年目期待と。マルティはバレンティによく似ている。村っ毛がありすぎるというか気が抜けてるときは怠慢な走塁。 8人も取ったらよっぽどうまくやらなきゃ、そりゃそうなるわーって感じ。とマルテの活躍が素晴らしかったから、これで抜けたら大変。チェーンは2年契約やのに、やので、残留しか道がないんですよね。まあだから2年契約でって言って、2年目はお互い1年目で見直しましょうみたいなのがないみたいなんですよ。うん。スアレスの場合は2年契約なんですけど、2年目は自分の意思でい契約するかしないかを決めれる2年契約っていう条件らしいんで。だから要は、 ボールがスアレスにあるんですよねスアレスレがどうしたいかにあの契約は。けどチェンに対しては球団が2年でやるっつってチェンも2年じゃやりますって言ってるから阪神側からやめてくださいっていう場合は契約不履行になるから違約金みたいなその場合は給料の半分はあの働かなくてももらうみたいなそういう契約が仮にあったとしたら球団としてはうん、まあ、働いてくれることを考えてチェーンを使おうかみたいになるっていうこともあるんですよ。 かかりますか、はい、単純にやめさせろみたいな話じゃないんですよそこは、うんえー、負けた途端矢野さんは戦ってまくってますが個人的にはよくやってくれたと思います77勝で1万勝っている勝ち数割る試合数では0.538ヤクルトは0.510です胸張っていいのではないかと感じますとまあ勝てば単軍負けたら独軍ですからねと来年は圧倒的な勝利で見返したいと えー、マートンさん、アメリカから今年のタイガースをワクワクしながら応援しました。タイガースさんとトリさん、頑張りましょう。いえ、トリさんやめたから。うーんトリさんやめたから。<laughs> マートンも言ってるけど、俺も言ってるよ。みなさん頑張りましょう。ファイアボール。<laughs> えー、<laughs> 外国人のオールスター系のコロナ社会で空港で14日の足止めが響いた。いや、それは全球団の同じ条件なんで。 まあけど、ああ、けど全球団同じ条件じゃないな。阪神だけ帰国させたからね。うん。もったいないなうん。<laughs> えー、サンズ助っ人のメンタルケアとか指導役で阪神の子なんかなんて分からへんでだからよ。横田優、こんばんは。<laughs> 前岡田監督は、8人も外国人いらないって言ってました。起用するのに迷うからだそうです。はははは。 まあまあ岡田さんはね。うん。まあ岡田さんの世界観なんで。<laughs> え、大田の神様、ヤ木さんと。え、レナルラこんばんはサンズは7、8回の試合を決めるホームランは印象深い強いですが、重要な9月以降に調子悪いのが悩ましい。うん。マルテキってサンズと大山をファースト併用でいて<笑><笑>え、自分もサンズの2年間5000円ありがとうございます。のコメントにちょっと気に入りました。意味深でしたと。トルクヤマんばんは。 井上君まだけがなのまだまだ、あ、けど練習は再開してるみたいよ矢野監督は3年間すごくいい仕事をしたしかし3年目の最後の采配がとっても疑問うんミローマローこんばんはマルテとサンズが抜けたら糸原サードを終て <laughs> いや佐藤でじゃないの <laughs> マルテはあれだけ前半戦3番で打線の軸として活躍してくれたのに後半戦最初しかいなかったのはおかしかったですよねとうーんボア。 8人制は甲の部分が個人的には良かったと思います。あとは首脳陣の見極めと使い方だと思います。来年サンズなんか適度に休ませながら使えば夏までは打つでしょう。新外国人野手はなかなか当たりませんよ。ねイーアンさん。岡田さんが連れてきた新外国人野手なんか何にも打たなかったですもんね。<laughs> スペンサーとかね。えー、大好き友達こんばんは。いや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 。 勝利数が77っていうのはね矢野監督と星野先一さんと縁があるし73勝は野村監督の背番号なんですよヤクルトの、うんまあ、そういう年なんですよ今年は帰国させてなかったら優勝あったらまあそれはね本当に、うん、それはもう本当に今更ですけど、うん、あったでしょうねっていうか だからそれが最後命取りになったんよねそっからいろいろ対して売ってなかったロハスをマルテより先にコンディションがいいからって使ってみたらとかそういうのが起きたから、うん <coughs> <coughs> えー、流出に備えてエドワーズを着るのを少し待った方がいいんじゃないか、うん、まあいやエドワーズを着るって っていうそういう、まあ、ものみたいに言うわずにさそこはさエドワーズも頑張ってたし今年7試合投げて防御率2.75のピッチャーですよ、うん、そんなさ、うん、そんなまあねあれしてあげなくてもさ着るとかじゃなくて、うん、エドワーズも俺は別に残ってもいいんじゃないかと個人的には思うけどねただやっぱり会社っていうものはさ、ね、コストっていうものに対しての見合った結果があるかどうかっていうところで ね、事業をしているという、ね、側面を知ってるだけにねコストに見合うパフォーマンスがないんであれば、ねまあ、お互いちょっと契約が、ね、どうしましょうかってなるのはまあ事実やと思うんですけどうんそんなさ自分たちの都合であの人の去就っていうか仕事の,、ね、あの契約をまあなんかこう、まあ、言ったら泳がせるみたいなのじゃなくてさもうちょっとこう自分たちが本当に。 描いている野球に対してのそのフィットだったり、そこに対してのこの役割が被ってしまってる。選手との調整みたいなところも含めてね。うん、まあ、考えなあかんのかな。とは僕は思いますけど、うんなるてや選球眼がよく活躍してましたしね。とあえて会社。まあ、あのー、この3年間で出塁率がね。36。9なんですよ。平均出塁率というのは36。9なので。あの、はっきりしいます。めちゃめちゃいい選手です。 まあもちろんそんな僕が言うまでもなくそんなの分かってると思うんですけどあのめちゃめちゃいい選手なんで正直どうなんやろやめささんやめささんっていうかそのやめてもらいたくないですマルテは特にただやっぱりそのなんやろその後半のねちょっと心配な部分っていうプレーの部分はあったんでねマルテの出塁率3年間で 平均ですよこうかなり高いですよ、この出塁率、うん。3割6分9厘打率うつのはとんでもないですけど、出塁率369っていうのはすごく高いんでね、本当に。うん、これはね、まあ、非常に大きいデータやなと思うんです。うん、さあ、えー、スペンサーってね、来年大山にファーストやってもらいたいけどな、3度休みなサい使うといいと思うなと。いや、だから今年も皆さん、思い出してくださいよ。ね。 思い出してごらん <laughs> そんな歌ないね <laughs> あのー、今年さオリンピックで1ヶ月休みやったやんほぼなぜそこでサンズとかをずっと出してたのか、うん、ロハスみたいに状態上がってない選手は出しててよかったのにサンズもサトテルもずっと出てたでしょあと近本とかうん俺そこやと思うんですよ結局。 うん、あのもうちょっとサゾテルの話が出たから言いますけどこの後と周期練習のところでね、うん、あの井上ヘッドがね「佐藤のダメなところはマイラーだから」みたいな競馬で例えてましたけど要は短い距離しか走れないつまり体力がないって言ったんですけど「いやいやちょっと待ってよと」と、うん「あなたね1プロ1年目で右も左も分からへんでそもそもホームラン打てるようなバッターとは言う触れ込みでは1位で入ってきたけども」 ね、キャンプで思いのほかカンカン打てるなってなって実戦でも打つし、ね、オープン戦でも打つし、ね、実際に一軍出ても前半戦も打ってたしこらすごいなって言ってね甘い汁吸ったわけじゃないですか佐藤っていう新人でね散々前半戦なのにそこに対してよしじゃあこのまんまこいつはもういきなり松井秀喜みたいにな1年目の清原みたいになるっつってそういう要は手綱 言ってみれば、ツインターボが有馬記念で走ってるようなもんですよ。すごい2500メーターもあんのに、1500メーター、1200メーターぐらいもう前で、もうなんでしょうね、スプリンターズステイクスに走ってるぐらいの秒で走ってるわけでしょ。1分6秒9ぐらいで。そんなスピードで走ってる馬をね、あなた2500メーターのレースだよっていうのを分かってる人間たちが、手綱引いてあげて、2500メーター、最後の直線、中山で坂登った200切ったところからもう一回、 走って外から伸びてこれるようなね。そういう走り方をレースを通して1年間のペナントレースというレースを通じてやらなあかんのがコーチの仕事でしょうよ。それをね、佐藤は体力がないとかっていや,いやいやいや、いや何を言ってんのと僕は思いましたけどね。うん、あのツイッターでもつぶやいたんですけど、ちょっと待ってくださいよ。 佐藤が体力ないっていやいや,いや使いすぎただけでしょっていう <laughs> うんエキシビションマッチとかもずっと出てたしうん全然休まへんやんって思ってましたもんだって超考出てたやん前半戦の最後の方で打てなくなってきて超考出てたのにそのまんま使って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 なんや日本刀を作るためにかなんか知らんけどすげえ熱いやつをキンキンってずっと叩いてたけどさこうやってカーンカーンってパキッて折れたんですよ佐藤。<laughs> すでこれでうやって「大丈夫大丈夫大丈夫よ」っ <laughs> これうん大丈夫剣になるから」とか言いながら「うんうんあ折れないあやっぱりやっぱりだダメだみたいな、うん、それをさ判断したのは皆さんじゃないですかっていう、うん「疲れてるよ佐藤」って言って「休ませてあげた方がいいのに」とか言いながらけどエキシビジョンでもまたカンカン打っち,ちゃったからさそん俺はハッキって「何言ってんですか?」っていうのを 井上コーチと対談あったらちょっといやまあそう言いますけどねどう思いますかこの辺りって俺は言うけどね <laughs>、うん、えー、ちょっとごめんねコメント読んでなかったんで読みますね今年は特例で外国人選手を取るが多いんですが来年以降はどうなるかわからないいや普通に戻るでしょう糸原さんこんばんはって誰や糸原さんって <laughs> 一時局によってはぐるまあ狂ったね間違いなくドンキムこんばんは 江戸様はお前をやってくれたと思いますにぐねもくさいので頑張ってくれてと後半戦スタートにはロハスを使いたかったでしょうねうん使いたかったでしょうねっていうのはどういうことですかどういうふうに読み取ればいいんですか使いたかったんでしょうねってことですかいやマルテを使いたかったですようんエドワー,ーズは年俸70万ドル40万ドルで残留がいてお前が決めんな給料誰やねんお前 来年もマルテ、サンズ、ロハス、ジュニアうまく使ってほしい。投手も同様のガンケル、アルカンタラ、スワレス必要。6名とも残留してほしいと、えー。ゴブリン、こんばんは。私は最終的にどんな優勝したいか気持ちの問題だと思っています。星野政権の時のような闘魂、気迫は前後半見えませんでした。その差がヤクルトとの差かなうーん、まあそういうね、けど、もちろんね、その気持ちみたいなのはね、けどね、あの見え方は違えど、多分みんな同じぐらい持ってるんですよ。 うんけど、それはね。数値化できないね。あの検証材料になっちゃうんでね。そこはね、あんまね優勝できなかった理由にしない方がいいよ。うん。あ、いつら最後結局優勝したいという気持ちさらんかったんや。なんて言ってたら毎年そういうことになると思うから、そういうことじゃないんですよ。もう明確に数字で課題を見れるような。やっぱり守備が下手くそとかね。エラーが多い。打率チーム打率が低い。得点が少ない。じゃあ得点をじゃあ。 ね、70得点上げるには1試合、ねえー、0.5点上げないといけないとかっていうそういう,こう具体的なじゃあ0.5点上げるにはどういう野球をしていけばいいのか、ね、1試合の平均イニング数得点してるのが2.37イニングってことは9回あるうちの 2, 点2回か3回ぐらいしか点が入らないチームなんだとしたらじゃあ 3, 3, 3以上つまり1回から9回までないで1番2番3番からの9番までの打率が一番1回。 1>, 一番1回から3回までで1回まあ何もなければ終わるんですけどそれをじゃあ打率ねいいやつを並べ方を打順を考えてね1回と3回と5回と7回に点取れるようなチームにしたらどうしたら来年はなるのかみたいなそういううはこうね目に見えて誰もが共有できるような目標で来年は優勝する課題をた掲げないと。 そんんななんか気持ちの問題で負けたんでねとかねうんやっぱりね最後はねここっすよ星野さんの時は熱かったんでとかいやそんなん言われても知らんがならっていう感じなんで、うん、そんなんどうでもいいねみたいな話なんで、うん、そんなんみんな熱く持ってるんですよっていう話なんでねエキシビジョンでもっと安心るのかっていうのは確かに疑問ですと <laughs> えー、井上さんはピンとずれてると「いや井上さんはそのこと言うかなと」と記者が持ったんじゃない記者が言ってることと違うことをたまに書くからと。 いやいやだから言うたもんだって 1600m のことじゃあ今から読みますよそれうんそんなこと言うかなというか書いてあることは言ったことでしょうようん、まあ、あの俺マイラーだ体力が足りない体力を鍛えろみたいなこと言うてましたよバリバリうん井上浩二さすがにそれは新入社員に営業本部長任せるもんですよと、うん、じゃあ今からねそれじゃあ皆さんあの そのものについていきましょう。えー、阪神10日から秋季練習、グローブバットもたんでいいのが秋ということで、井上ヘッドが、まあ、こんな記事言ってましたけど、えー、阪神が来期 V 奪還へ10日から秋季練習を開始する。例年シーズン終了は1週間程度休養を設けるが、今期は CS 敗退から3日後に、えー、鍛錬をスタート。明日からです。あさってからトラテレ練習やります。井上和樹ヘッドコーチは実戦形式は考えていない。今日はグローブもたんでいいわ。打っとけ 逆に今日はバット持たんでいいわ守備だけしっとけっていうのをできるのが秋と説明した一部の主力選手外国人を除く大半の選手が参加し甲子園と奈良浜に分かれて両質を求めるうん、うん、じゃああれですねまずシートノックからずっとやった方がいいですねまあ俺はどうだろうなやっぱりランナー置いて守備の練習するっていうのはずっとやった方がいいと思いますけどね 結局プレッシャーかかってるところでどういうプレーできるかっていうことなんじゃないんですか実際にワンアウトランナー一塁ゲッツー取りに行こうっていうショートセカンドそういう守備体系になるねワンアウトランナー一塁三塁どうする1点やりたくないのかねえー、もう要は変な話スコアも考えた方がいい、えー、8回の裏1対0で勝ってるワン、えー、アウトランナー一塁三塁じゃあもう前進守備引くのかねえ 1回、えー、の表ワンアウト一塁三塁1対0で勝ってるならまあゲッツ狙いでいいやんとかそういうのはやっぱそれぞれプロやからもちろんある中でね今年どのシチュエーションでエラーが起きてるのかっていうのは分析してそのシチュエーションは完璧にクリアできるように練習するべきやと僕は思います。うんね、例えばゲッツ取らないといけないノーアウト一塁二塁三塁でなぜか全身守備を引いてね あの打たれたら2点入るのにっていうところで2点入った時とかあったじゃないですか糸原が取れなかったそういうところをちゃんと解消するための、まあ、データ分析みたいなのはもちろんされますよねすると思いますししてもらわないと困りますよねっていう話ですな、うん、えー、佐藤は1年目でよくやってましたよと <laughs> 今年の新人は伊藤正中野久合お渡り自分はエキシビジョンの記憶法に疑問しかなかったっうん えー、井上平というの競馬に例えるコメントは非常に分かりやすいと岡田さんも同じことを言ってました兆候があったのにちょっと予防アドバイスすればよかったのに後半ダメになったのは首脳陣の責任やとでしょ、うんまあ、別に岡田さんと同じ意見やから俺が正しいとか別にそんなマウントつもり取るつもりも別にないけど人としてそそうス,スタミナないからっていうけどじゃあ何よそれ店員しかない何、ね、え第一朝日かなんかにスタミナラーメン食っときゃスタミナつくんかいやっちう話じゃないですかつかへんからって話ですよ うん、五輪ブレイクでも主力メンバーをエキシビョンで使い続けた阪神一方で五輪ブレイク中に投資になるて長所を図り後発に備えたヤクルトのさ、うんえー、佐藤はシーズン初めから比べるとめっちゃ細くなってますからねと休ませたとしても疲れすぎてご飯も食べれなかったのかもしれないですねとその点の手綱握ってほしかったですねと、うん <laughs> うん、1991年有馬記念ツインターボ15投中14着息切れ1着大優作えーホノピーこんばんは ええー、あの監督続投決まってよかったですねと、うん。応援しましょう。ええー、あの中南期間にある程度給与も上げてほしかったですよねと、うん。だからそこでさ、お前スタミナないもっと鍛えろで、そゃそうやけど、ね、そんなんじゃないとお前1年間戦えるような選手になれないぞいや、そらそうやけど1年目やってんもん。何にも右も左も分からへんけど、もういっぱいやってる。打てたじゃあその状態を、必ず、 秋口に落ちてくるっていうのを踏まえて「よし今日はなお前リフレッシュでちょっとな休もうか」とかさそういう適度な使い方せんかったらキだって途中調子悪くなったやん、うん、でいっぺんそれでガス抜きさしてもう一回最後グーンって上げたでしょあれを d n a はやってんのになぜ阪神はできなかったのかそれは前半のねあの勝ってた快進撃に佐藤輝明が中心でいたから。 その亡霊を追いかけざるを得なかったんですよ、打てなくなった時に。DeNA の場合は変な話、最下位から始まってるから、牧、ね、が良かったのに打てなくなっても、じゃあ他の選手で休ましといて、また牧が状態良くなってあげようっていう、そういう余裕を持った、ね、あの要は競馬ができたんですよ。だ,だ,、あのー、だから、佐藤輝明はもうあれ、あれですよ、ほんまに。 めちゃめちゃいい逃げ馬やったんですよ。バーン走ってて、美ホのブルボンみたいに。美ホのブルボンの菊花賞やったみたいな感じで。菊花賞は2着やったからそこまで言うとあれか。うんまあ、すごくいい逃げ馬だったのに、逃げ馬だったのに、目白パーマーですよ。だったのに、最終的にはやっぱり、さっき行かせすぎたせいで、なんか結局落ちちゃったっていうゴール。対するマキはですよ、うん、3歳馬なのに、あのー、有馬記念出て3着に入ったみたいなね。 かかみたたいいなななそんな感じじの巻は終わり方したじゃないですか最後首位打者にもなりかけたし、ねあのー、サイクルヒットも打ったし最後月間 MVP も取ったしっていうねそういうやっぱりその手綱の引き方をだから三浦さんは新人やねんからずっとキがいいわけないと思ってキが良くないなと思った時は2軍落としたりしてすぐケアしてあげてたじゃないですかやっぱそこですよそこが阪神のメディアも功罪ですよ メディアは阪神タイガース、えー、佐藤輝明ということで、毎日のように佐藤打てないけど使うみたいなね、ファンはファンで佐藤使えへんなんでやねんとかね、言うたらあかんかったんやろうなと思います。うん、その相和がちょっと足りひんでヤクルトにやられたんやと僕は思うけどな。うんえー、阪神はエキシビョンの考え方のズレが V1 の原因の一つですねと。 かけさんが以前新人選手はプロの格好なシーズン中の移動になれるのも大変で、サトテルの不調の原因はそういうところにもあるんじゃないかと言っていましたと。うん。スワちゃんが一番幸せになる道をと。<laughs> 矢野監督も言ったけど、ほんまに白い人も成長してほしいと。うん。デスノックよりケースノックだよ、絶対。ええー、ヒレさん、こんばんは。選手の体力をうのぬんする前に、監督ヘッドは起用選手気温について理科学的に検証してほしいと。選手は単なるまではありませんと。指揮官など反省がないと始まりませんと。テルの卒たは待機シャトルクグラスですねと。でも、マイラ うん、だいやだからマイラーをねねグランアレグリアにするのはデムーロの騎乗、ね、なわけじゃないですか。うんね、ってどういうことか分かりますかつまり0六まででは強い馬なんです佐藤輝明はまだスタミナ的には。けど2 0で通用する馬にするためにどうやって乗るのかってことでしょだから首脳陣っていうのはジョッキーなわけですよ。ね 竹さん。そうですよね、竹さん。<laughs> 竹豊さんに今言ってるんですけど、絶対見てないと思いますけど。いや、だからそういうことじゃないですか。ね。えだからそういう考え方を持たないとってことですよ。ね。それで2000メートルまで行けるようにね。あのー、美穂のブルボンの調、あのー、教師さんみたいに鍛えまくって。 3000m、ね、まで持たしたけど最終的に有馬記念あの菊花賞は2着やったけどそれでも皐月賞ダービーはスピードで勝ったじゃないですかあの反路調教でね何の話やね競馬の話になっとるやないから、うん、<laughs> えー、スタミナつけると言ってまだネスノックするの,のはやめましょうと大体ネスノックというネーミングが演技悪いと。うん 第一朝日本店ラジオで金村さんが言ってましたが巨人とヤクルトのベンチ見ると監督の周りにコーチ人がそばにいて常に話してる印象やったからタイガースは矢野監督の周りにコーチがいなくて一人でやっとるように見えたと言ってましたっていうのはまあそれは金村さんのあのタイガースが勝てなかった時に理由付けとして言われてるだけですそれはまあそんなのは関係ないですよ、うん、サイレンスズカみたいでしたね安全は重要ですもんねそりゃそうですよフィジカルドクターを置いて血中酸素を 含有量や尿酸などを日々計測すれば科学的な疲労働を把握できます他のスポーツを参考にプロ野球はまだまだ根性主義で科学的分析が足りませんねラグビーはシビアにやってますとうんえー、のブルラッえル保の車は喫科書でライシャワーに負けたそうですしかもと好きこんばんは競馬では春に活躍したサーホースを秋に備えて夏は報告に出すのにテレビの値とは夏競馬で使い続けて慌てて秋に短期報告うんねいやだそういうことでしょ 何,何札幌記念出しとんねんっていう話ですよほんまに何を札幌記念で賞金取りに行っとんねんお前三冠馬やねんから三冠馬狙ってる馬がんで札幌記念から指導しとんねんって話ですよ俺から言わせればね、うんやめとけやめとけって話ですよ、ね、何 CBC 賞も走らせようとしとんねんって話ですよ 競馬半身なんでやめときましょう。うん。去年のデスノックみたいにやみこんな練習やめてもらいたいですね。どういう場面でエラーが多いのかとか。去年とか今年な。うん。ファンとメディアも一緒にやって佐藤使え。使わなかったらなんで使わねんってうるさいのも一員と考えたら我々も。いやだからそういうことなんですよ。うん。えー、2003年チーム失策65。2005年は失策70。70前後まで減らす。ヤクルトも人工芝で3、76個多いけど。うん。でしょわかりやすいでしょ競馬の例えは。うん。 だから、えー、っと、まあ、だから周期練習の記事じゃ今から読んでいきますね。あの、ほんま、冗談抜きで、井上コーチのこの話、ちょっとしていきましょうよ。もう、今日はもう、ここまで行くまでに、時間めっちゃかかるわ、ほんま、頼むで、行くで、えー、行きますで、周期練習について、で、井上コーチのこうコメントっていうのもあるんで、ちょっと今、行きますよ。<laughs> えー、どこやここか。 結構もうね朝から出てたニュースなんで「いや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 何言うてますの!」とか思ったからマジで、うん、それを言っちゃおしめようなんてね言う時あるじゃないですか、うん、さあどこだ井上和樹ヘッド佐藤輝明にマイラー脱却指令競走馬に例え体力作りはオフの間につって。 えー、井上和樹ヘッドコーチが8日、教えに荷物整理を訪れ、えー、佐藤輝明を慶応相場に例え、マイラーは脱却を指令した。夏場過ぎに強い降かしたのは 1600m は走れたけど、2500m は走れなくなった馬みたいなもの。体力作りはオの間にやれよと、スタメ <laughs> <laughs> ちょっとほんま、これね、俺ねん、やっぱり何言ってんのって今、改めて思うわ、俺、ごめんね。うん ルは前半戦だけで20本塁打を放ったものの後半戦は59打席ノーヒットを味わうなど打率 1, 号1割5分8厘本4本塁打12打点と失速10日からの周期練習では本格的に技術的な助言も行っていくシーズン2に帰ろうというのは勇気がいる同じボールを何回も振ってたけど頭の悪い子ではない頑固な部分は持っているしそこを柔軟にしてと映像や動作解析も駆使し脳内革命にも着手する 1>, 1時は2位に最大の投げ札でねええー、2人調子が悪くても2人何とかするという形がなかなかできなかった柱として待している選手が最後まで走れなかったというところが一番の反省点と井上ヘッドうんいやだからそれそれジョッキーが言うたらねあなたが乗ってる馬を勝ったねファンは怒るよ馬券持ってお前ふざけんなよっつって何ちゅう乗り方してくれてんねんってなりますようんまあ言ったらもう北三ブラックでねえ 北さんブラックで負けるようなもんですよ、本当に。佐藤輝明は北三ブラッククラスの強さだったんですよ。ねもうオールマイティね控えてもいけるし、前行っても勝てるしみたいな、そんな馬だったのに、なんちゅう走りさせてくれてんのっていう感じですよ。うん。あの、ごめんなさい、競馬に例えるのがだんだん楽しくなっていくと言っちゃったんですけど。えー、いやもう山本昌さんと赤星さんコーチですね,ねやっぱり現役コーチ陣を含めた首脳陣ですかね、うん、だから <laughs> まあっていうことが言うてはるんです。でまあ他にね周期キャンプの話ねまあ今言ったみたいな話がねまあなんか体力つけろみたいなことを言うてるけどこれはねあと近本選手含め一部主力選手は周期練習は免除されるらしいですまあそこはねあの昨日も言いましたけど体調を優先してっていうことだそうですけど。 はい「スタミナがない佐藤輝は井上ヘッドが求める強化の足走って振って学べ」っつっていやだから根性論なんですよねコメントがねうんだよ根性論何がダメなんだよ俺たちの時は死ぬほど入ってお前走って走ってお前もう何にも出ねえぐらいずっと走ってたんだよっていやそれは分かるんですけどうーんすごく才能のあるやつがいるのにダイヤのエースで古谷の使い方を大事に使ってたあの監督と一緒じゃないですか。 エースやからっていつまでもね先発さして9回完投させたら潰れるでしょって話じゃないですか佐藤輝明はそうなんですよエースだからって1年生やのにいきなり打てるっつって結城の弟みたいにいきなり4番で打たしちゃって打てるかいって話でしょずっと甲子園で1年生2年生3年生4年生じゃ1年生2年生3年生の大会までの全部の大会で4番でずっとフル出場させようとしたらそら結城の弟でも打たないようになるでって話ですよダイヤのエース呼んでない人はごめんなさいはいうん だからそういうことなんですよ、僕が言いたいのは。何,、ね、何やそれ。<laughs> 何が言いたいねん。うん、ダイヤのエース読んでん人誰に誰も分からへんか、うん。ヘッドコーチは外部から有能な人は監督に行ける人を入れてほしい。皐月 <coughs> 賞日本ダービー、札幌記念 CBC 賞、喫下賞、なかなかむちゃくちゃやろ、うんえー。サトテルのポテンシャルをもっともっと見せてもらいましょうと。イノヘイトのコメントを笑うしかないと。と新人選手に1年のペース配分とコンディション管理を丸投げするコーチ。 だってさ、そんなん後半打たれへんようになったんはスタミナのせいやって言ってるってことでしょまああのようやくするとそれはいい時はねもう俺たちの手離れたみたいな感じで自分たちどう俺たちいい選手育てたでしょみたいな顔してたのにさ打たれへんようになったら「お前スタミナないからやってもっとスタミナ練習せえや」ってそんなコーチの <laughs>「 大丈夫っすかって思いますけど、はい、それ以上は言わないですけど、うんうん、そんなの1年目からフルで出れる体力ないよそりゃプロなんの初めてやのにしかも大学生ですしかも大学生って近畿大学でもそんなにフルに出てた選手じゃないわけでしょねえなまあだからやっぱりね要は化け物見た目と雰囲気とオーラで化け物やと思っていけるやろいけるやろでやらせすぎたんでしょうきっとうん <laughs> えー、テルの国士で思い出せない「成田ブライアンの高松」ね。<laughs> 懐かしい <laughs>。糸原は特殊の定期。井上と頼みますわ。って。え尾、ー、形さんは割と阪神と接触している。まあ、スカイ A のね、解説者してたからね。うん、九州男児の悪い面が。つって。うん、都道開市になるんや。って。そう、そういうことおお。伝わってるね。新人にスタミナないっていうことじゃない。そうだから、それをだからさ、鳴らしてあげて、ね。 こいつはきっと1,600しか走れへん馬やねんけどうまーく夏を乗り越えてねねそうでしょ、うん、セントライト記念で 2,200m 走らしてみて、ね、ダービーは2,400何とか持ったけど同世代のライバルの中ではやっぱりスピードが違うし勝負根性もあるからダービーは勝てたけど無敗で勝つためにはあと 600m 伸びる菊花賞でどうやってレース勝たせられるようにしようかなっていうのを考え のがジョッキーと厩舎の管理してる人の仕事やんかそれを何お前スタミナないうまやからお前ずっと販路入ってうんウッドコストウッドチップ日本と販路日本うんもう毎日走っとけやかましいお前故障するわうん故障するっちゅうねんええオリンピック期間休ませろって思いますいやだから本当シン,シンプルにそういうことですハマスタバイロン俺は言いたいのはそういうことです何であそこで休ませてあげんかったのって えー、ダイヤのエルスの話は分かりやすい。分かる人には分かりやすいでしょうん、清宮にちょっとデビじゃねえ発言と。<laughs> なんでそれ掘り込んできたん急に。えー、井上コーチは情けないコメントしないでくださいよって言われちゃうよね、定どころは。もし DH があればスタメンなくてもなんとかなったかもって。いや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 うん。だから伊藤は、だからそういう意味では、自分のペースを守り、守れたんですよ。それはなぜかというと、ピッチャーだからですよ。週6日間で、 自分が一回投げるっていうルーチンを守ってもらえたことによって修正ができたんですよ、一週間。けど、野手は毎日出るから。うん。一週間のうち6日間出るから。しかも、守りも出てるし、打つのも出てるから。野手の疲れはピッチャーとはまた違いますよ。うん。別にピッチャーが疲れないって言ってるんじゃなくて。野手の種、だから新人の野手で、一年目から、ね、そんな先新人を取るのが難しいっていうのはそういうことなんですよ。 3割20本打つのは難しねっだから野手の方が俺は価値あると思うから牧の方が新人を取るんちゃうかなと思ってるんですよ。栗林は守られてるし自分が投げるのは必ず勝っている時の試合の時だけっていうもう決まってる中でやってるからある程度1対3点差ついてる時にしか僕は投げないと思って練習してるからある意味成績残しやすいのは野手なんですよ絶対に。うん、ああピッチャーなんですよ。 絶対信じようもピッチャーの方が多いですから。うん、<laughs> 社会人卒な1年間の体力とかコンディションの程度が自分でできるとは思いますが大卒にそれはきついすぎですとうん <laughs>、うん。こんなことをコメントして怒られそうですが体力ない一つも佐藤君は甲子園目指す名門校であるのもいやだからそういうのも知ってる上でね雇ってドライチにして入ったのに。 まあ、ありのままの佐藤輝明見せるのよーっつってパカパカ打ったわけじゃないですか。それでね、要は甘いシルーで吸ってね、おお、佐藤いけるやんって6番で使ったら、もういきなり前半戦だけで20本ぐらい打って、これは下手すると40本いくんちゃうか締め締めっつって。で、前半ちょっと課題やったから、最後の打たれんようになった、あの球、エキシビジョンで試して打ったらええやんっつって、ずっと出てるうちにだんだん自分でも疲れてきて、自分がどうやったらあんな打球打てるようになったのか忘れてしまったんですよ、きっと。 で打たれへんっていうのが続いたことによって精神的にも焦ってしまってどんどんもう闇にはまってって何使えるんやとかねなんで佐藤なんか使うんやとかねあの三振したらああとかさ藤波が出てきただけでええー、みたいな藤波があかんようになった時の3年間みたいなのと一緒ですよ。1年間の中でそんだけ 藤波みたいにパーンって3年連続ね、えー、2桁勝ったような感じの成績を前半戦だけしたのに、いきなりなんか、打たれへんようになった瞬間に藤波みたいに全然あかんやんみたいな、黒田に投げた時からあかんようになったやん、バレンティーに投げてからあかんかったやんみたいな、そんなような扱いを1年間で佐藤はされたんですよ。だから佐藤は大変だったんですよ、今年。それをね、1年総括した時にね、うん、テルはマイラーじゃダメだよ、2500メートル走れるぐらいの体力がないとって、いや、何言ってんですかドゥ ああいう知り、え、え、マジで言ってんのって感じですよ <laughs>。英語が出てこなかったけど。うん。リアルって感じだよ、本当。も,もう花監督で言うと、わあいで <laughs>。まあ、それを俺は、このコメント見た時思った。え、そんな。そんな総括してんのみたいな。佐藤は体力がなかったから。って <laughs> 違う、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 絶対違う。絶対に違う、<laughs> それはって思ったもん。もう、俺だけじゃないと思う。もう九割ぐらい。 もう一番いいね作んちゃおうかなと思ってもツイッターで。うん、<laughs> 全然つかなかったんですけど、うんうん。俺の言ってること一番いいね作んちゃおうかなと思ったけど、つかんへんかったけど。うん、えー、<laughs> 私は藤井康夫さんに期待します。はい。<laughs> じゃああなたは一年間フルに出てるんですかって聞いて、そう、井上さんなんか。井上さんなんか別に現役の時一年間フルに出てへんかったしね。<laughs> そんな言うと怒られるうん、いや、出てへんかったよ。うんえー、休むのもプロはバイリッキー・ヘンダーさん えー、馬にも夏休みがあるのに佐藤輝明に休みがないのはし身体的精神的にしんどいと、うん。1年目から完璧求めすぎですよそうやそうやヤクルトに村上の2年目を見習えっコロナ社会と五輪中断で例年よに長いペナントに新人が勧めないっていうのはって。いやいやほんまに。 他のスポーツ競技ででも期待されてシーソックス選手多いですからねやっぱりもう少し首脳陣が使い方考えた方が良かったと思いますだから僕はここで皆さんと一緒にこんだけ400何人も来てくれてるからね僕みたいな考え方どうですかっていうのを問いただしてるんですよでそうやんなって400人の人が思ってくれるんやったら皆さん高評価押してほしいしねあのこんなこと言うてる人この人言うてることって結構タイガースに伝わった方がええんちゃうかと思ったらぜひ皆さんいいねリツイートとかね僕の言ってることも広めてほしいんですよほんまにねやっぱね変な話ね Facebook のね革命じゃないけど SNS でファンがね放棄して「ちょっと考え方おかしいんちゃうか」って「タイガース首脳陣ガン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 そんなこと言うてるとガン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 選手潰れるぞガン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 じゃないですけどねあの騒音おばさんじゃないけどいやけどほんまにあのねちょっとちゃうんちゃうかなっていうことを言ってる時は気づきを与えるっていうこともね少し僕たちサポーターはやるべきですよ。 サッカーでねワールドカップ予選でね3試合して2敗したらみんな言うわけじゃないですかバスの前囲んで「お前らそんなサッカーやったら勝てるわけないぞ」とか言ってねパッて開けたら卵投げられたりとかしてさなるわけじゃないですかサポーターってそれぐらいの熱持ってるものなんで阪神タイガースファンではなくてサポーターっていうのはそれぐらいの熱量を持って別にんやろて革命を起こそうとかね転覆させたろうとかね自分らが乗っ取って自分らが監督でタイガースで4番で打ったろうなんて思ってるわけじゃないんで。 選手を守ってあげたり選手のことを正しくねちょっとそれそんな言い方で選手のことを思ってるのはちょっとちゃうんちゃいますかっていうのは別に批判ではないよこれはうんいや普通にビジネスもそうやんねいきなり1年目から現場入ってうんこうやってこうやってこうやってるからじゃあお前もやってみっつって次の日からやれるやつっていうなんかおらんからそんな、うん、でしょえー、<laughs> というか高山を潰したチームが佐藤うまく生きているけど思えない。 まあその辺はね簡単にね分かんないねその辺はちょっとごめん材料がないと潰したのか潰されたのか自分で潰れたのか分かんないよそれはうんそ田氏の札幌記念出走は里キシビション出走と被りますうん中野が良くても里出は悪くなってあきませんよって藤波も告知されてましたねとうん井上こうそのコメントはおかしいルーキー1一間フルで出れるわけがないとウエストウッドこんにちは壁に早く当たってほしい矢野監督言うたけどまさか井野コーチが壁やとはとうん だから壁に早く当たってほしいって言ってたじゃないですか。ね。今そのなおのコメントで思い出したけど、それはね、首脳陣が壁に当てさせたんですよ、多分。つまり、疲れてんのに使い続けるっていうのが壁だったんですよ。だから、一年目でもう前半だけで信じられないぐらいハイスピードで成長したけど、壁にぶち当たっちゃったんですよ。で、 落ちてってててっっっ最後気差し見せて終わったっていうそこはやっぱただものじゃないなと思うから来年も期待したい来年は4番サードを狙ってほしいって僕は思うけどうんはい、えー、守ってくれる人がいないとと多分みんなどうかなと思うもね佐藤輝明は2軍下げることなく1軍で打てなくても打たせればよかったなと思いますと <laughs> 矢野さんすぐに2軍落としすぎな気がしますいやいやいや佐藤輝明全然2軍にすぐ落としてないしごめんなさいランディさん ちょっとピンとずれうん <laughs>、うん、すぐに二軍に落としすぎって <laughs> 佐藤輝明全然落とされなかったですけどむしろ使いすぎたと思いますけどどう考えてもそれについて今言ってるとこですけど、うん、ヤクルト村上のように一メダルじゃなくてもずっといさせてもらいたかったですいや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 そうじゃないの <laughs> まあまあいいやもう。 日頃からあんまり僕と考え方合ってないから。うん。えー、キャンプの田畑トレーニングの動画を見てたらた、中野くんは完璧にこなしたので体力あるのは分かりますが、佐藤は具だだったので体力とか体感な内のは明らかだったんですねと。あれだけ前半打ってたらフルで使うのは分かりますけど、前半戦でずつかルーキーをエキシビジョンでもフルで使うのは納得いきませんでしたと。うん。えー、中野がいいからって佐藤も同じ基準にしないでくれと。ヘッドがこういう考えを持ってるなら、それはエキシビジョンであんな使われ方しますよねと。 新人を取った高山も長期的起用方法をプランニングしてないので残念なことになっていますと。佐藤を村にしてしっかりした育成プランを立てるべきです思いつきはあたり的な起業は育成につながりませんと。いやそれはだから会社の新人とかでもそうなんですってね。企業に勤めてる方だったらよくわかるでしょ新入社員が4月に入ってきたからっていきなり戦力だと思ってますかねえ。思ってないでしょ 新人,新人なんか仕事を覚えて最初はね最初は真似してやれって言われたことやってねで言われないうちにやれって言われないことの中で創意工夫してそれをね生産性を上げてってそうやってねやっていくねんけどいきなり最初からできたからって言ってね与えすぎたんですよ。うんそれでねお前さなんか1年間なんか売り上げずっと立て続けられへんかったけどさお前ちょっと勉強なんか体力足りないんじゃないみたいな。 基礎体力つけてこいよとか言うと「いや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 めちゃめちゃ営業頑張りましたけど僕」みたいな <laughs>「佐藤からさそんな気分やと思いますよ」「多分 <laughs> え阪神矢野監督力不足痛感俺の成長が必要」「<laughs> そもそも阪神で1年目から20本打ってるだけでもすごいんやからシノ陣含めチーム全員が佐藤が1軍にいることに感謝すべきですよ」「<laughs> 昔と違ってこちら側からも阪神できる時代ですからね」と「うん」 アラブの春をつってサトルカミブチたったけどその壁を支えるコーチが倒れただけ、うん、だから支えるっていうか支え、うん、出てなかったんじゃないですか ?9 時の口コミでオフシーズンはサ々クサんのライブを首脳陣がコメントなしで見に来ると私は見ているヤノ <laughs> <laughs> さーん井上さーんーごめんなさい気分悪くしたらごめんなさいねけど残念ながら僕のチャンネルを見ている人の9割は井上コーチの そのコメントがどれぐらい真意があって聞いてるか分かんないけどその例えはちょっとちゃうんちゃうかって思ってますよ。うん、僕はけど井上コーチのこと好きです。一人だけ裏切ったみたいな。<laughs> 俺,も俺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 も井上コーチ好きですみたいな。<laughs> いや別にまあまあけど好きとか嫌いじゃないですよ井上コーチ。それはいや本当にマジで、ね。体力がないから体力作ってこいとかじゃないです。ね。 あななたは名ジョッキーなんですよ。そんな乗り方したら、ね、2,000m2500m、ね、持,持つように乗ってあげてくださいよ来年はっていうことを僕は言ってるだけなんでね、はい、あのテロ界を知らんかいたまにちょっとバカにしながらごめんなさい <laughs>、はいえー、自分監督またはヘッドだったらエキシビ休ませて後半戦からずっとよくも悪くも気をし続けますねと。<laughs> いや,いやめちゃめちゃしんどい俺も今日ねキン、キーノバット手に入れたんで、キーノバットで素振り30回ぐらいしたけど、もうそれだけでハワハワしたもん。うん、めちゃめちゃしんどかったです。<coughs> 中野選手も長縮して、早々にさメ外されてました。来年こそは30本ホームラン打ってほしいですね。ヒーアンさん、自分も本当にそうなってほしいです。おっ <coughs> ちゃん、裏切りのずるい、図工をいってね。今言えばビッグボス信条のような存在も必要だったんだな。うん、ごめん、ちょっとそれはね、あの話が飛躍しすぎて、そういうのはまあちょっと。 まあこの半身を振り返る値ってまあなんかそういう飛び道具的な話じゃないんですけどまあ単純にねやばいコーチがこいつ体力ないなっていううんまあサトテルはね体力まあ馬で言ったらマイラーだから 2500m 走れるようにって違うよっていうことですうんね1600しか走れる体力がなかったからバテたんじゃないよっていうことですそれをどうやったら 2400m 持つように 走って,出てあげれるかを調教したり、ね、ね、レース、ステップレースで試してみたり、乗り方試してみたりして、2400メーター、ダービー勝てるようにするのが、ジョッキーでしょって話ですよ。まあ、何度も言いますけど、はい。へえ、えー、初見です。めちゃくちゃいい討論会です。ありがとうございます。よく言われます。タローの1回確いらゃタローのいらっしゃい。えー、いゃい <laughs> T ボーイ、マックンも外国人がいない前半戦の横浜をフルで支えていました。 佐藤と違うのは途中休養しっかり取ったりしたので最後の活躍につながったと思います。うん。ベルツリー、こんばんは。いや、だから、だからまた、まあね、まあごめんなさい。二の話題一応終わるわ。もう終わらへんかったら、もうここまで終わらへんような気してきたから。つまり、明日から秋季練習は始まるけど、ね、みんな課題があって、ね、体力が持った選手もいる、持たへんかった選手もいる。佐藤なんかは1年目やねんから、いきなり1年間フルでね、143試合フルで出さして、ね、 2割8分、ホームラン40本、打点100なんて、いくわけないよってことやったんですよ。だから、うまくいき,いき始めてる時こそ、お,お前、ちょ、ちょ、待て、お、あれ、あれ、大丈夫、お前、ちょっと、ちょっとは、ちょペース速すぎんうん、後ろすごいおらんけど、うん、後ろ全然おらんけど、大丈夫っていうのを、手綱を引いてあげてくれよっていうことですよ、来年は。うん、そういうことでしょ、はい。うん。うんうんうん えー、マイラーだからというのはシーズン中には、うん「こんにちは井上コーチの体力論を受け入れても選球眼関連しなかったらコーチングの問題もあると思います」うん。まあいやだから体力もそうやしね体力がないっていうのを分かってる中でずっとねそれでも打ってくれるだろうって言って魅力がある選手からって使い使いべったせいで最後は疲れで触れなくなって。 それで打てないっていう時期が増えたことによって精神的にも非常に厳しい状況になってしまい不調に陥ったわけですよ。パワープロで言うともう紫のもうなんか紫以下のこんな,あのなんか灰色のハグレメタルみたいな顔になってたわけですよ。パワープロで言ったらね。うん、佐藤はね、うん。だからもう下手するともう怪我して緑の,あの顔になってたかもしれないよ。本当に。それぐらいねやっぱ佐藤も調子落とした。うん、だけどそれは事実やけど。 その総括がマイラーだから 2500m 走れるように体力つけさせるっていうのはそれはねなんかうんあの佐藤に対する指導として俺期待できへんって思った申し訳ないごめんなさい井上さんごめんなさいあの気に食わないなと思ったらあのコメントをいただいたらはい是非あのはい。<laughs> 対談でも、はい、あの、甲子園球場今日も行きましたんでね、横に。はい、呼んでいただいたらいつでも対談しますんで、はいあの、ごめんなさいって謝りますんで、本当に僕が言い過ぎておかしいなということは謝りますんで、ぜひ呼んでください。せーの、呼ぶか絶対呼ばないと思いますけど、はい、えー、そんな感じですね。 ええー、まあそんな感じでございまして、公平原田こんばんは。さあ、3つ目いきましょう。2軍守備外野コーチに工藤隆仁ということで、ね、中日とトレードの形で就任というニュース。まあ昨日ちょっとね、あの、藤井康夫さんが2軍打撃コーチと1軍の巡回コーチになるっていう話と、野村勝則さんが2軍のバッテリーコーチになるんじゃないかっていう話はしたんですけど、プラスアルファ、まあ出てたんですけど、ちょっと昨日拾い忘れたんで、ちょっとそこをもう一回拾っておこうということで、ここを読んでいきます。 えー、中日を今期限り対談した久造孝仁40歳が、えー、阪神の二軍外野守備走塁コーの入閣が固まったことがようか分かったと、えー、2004年に日ハに入り巨人ロッテ中日を渡り歩き2018年に現役引退後は 2019年から中日で一軍の外野守備総塁コーチ20年からは一軍の同職を務めていた、えー、コーチでございます、えー、阪神を退団し中日二軍外野守備総塁コーチとなる中村悠隆氏が務、えー、めていた部門に就任することから結果的に阪神中日間でのコーチのトレードという形になりましたと えー、阪神はすでにオリックスなどでコーチを歴任した藤井康雄氏59歳に1位2軍の打撃巡回コーチ楽天を退団する野村勝則氏48に2軍バッテリーコーチとしての就任を要請しているということですはいなるほどうん、はい、まあまあまあちょっとここに関してはねごめんなさい僕もそんなにあの中日の時から注目してたとか選手の時に注目してたっていうのはないんで正直そこまで存じ上げてないんですけどまあ まあどう,なんでしょう、ね、あの一軍でも経験してるし二軍でもやってるし、まあ、同リーグですし中日の、ねまあ、守備みたいなところ、まあ、名古屋ドームで、ねえー、要はバンテリンで守ってる広い外野の守備だったり、まあ、そういったところを含めた。 あの強化っていうところはまあたけてる方なのかなとは思うので期待したいなっていうふうに思いますけどはいえー、本質マイラーでも2005の2 5のアリマンを勝てたオリグリキャップグラスバンダーなどは調教師と騎州の腕があればこそそういうことですえー、井上コーチもコメントをひねったつもりが滑ったようなそういうことですうん真意が伝わってないかもしれないからだとしたらあのー、またコメント出してほしいですはい僕は井上コーチに頑張ってもらうしかないと思ってるんでなぜなら変わらないんだったらその人が頑張らないと 佐藤のプロ野球人生の課題としてはスタミナ面は間違いないのでそれも含めてだったかもしれませんがいやースタミナ面はっていうかまあ要は打てたからずっと打てると思って使い続けすぎちゃうだけでしょだから結局、うん、かかってんのにかかってないみたいな思って走らしてたらね,ね4コーナー回ったところでバグに沈んだみたいなもんですよ、うん、言ってみれば。うん、<laughs> ダーこんんばは えー、実質単勝100円買いほどの支持率 <coughs>、えー。工藤さんも一緒にお願いします。どういうこと <coughs> 皆さんすみません、反省しています。何すか、それ。次のコメント次第によっては、ちょっとはーってなるかもしれないですけど、大丈夫ですか <laughs> 一軍はコーチ全員、続定確定じゃないですね、まだ。まだ分かんないですね。えー、ルメールを目指してくださいと。 ルルメールとか言わないから、ね、福永祐一福永祐一武豊さんを目指してください井上コーチうんはいじゃあ4つ目いきましょう V2 とラこんなデータというのが上がっていますのでこのデータについては皆さんちょっと是非分かっといてくださいねえ阪、ー、神が苦しんだポツン得点ラスト20試合なんと10試合で 1>, 1イニングしか得点できなかったというこの恐ろしいデータについてちょっと今からシェアしましょう。えー、あれだけ独走していたのに 阪神はどのようにして6月まで最大の7ゲーム差をつけていたヤクルトに16年ぶりの優勝をさらわれたのか数字やデータで全4回にわたって研修する緊急短期連載 v 1トラ困難データ今日から4日間やっていきます、えー、第1回目は後半戦にガクッと長昇とした打線が追加点を奪えなくなり総主人に負担がかかる白杏勝利が続いたしんどさを解き明かしますはいまあ皆さん思い出してくださいよ、まあ 最後の優勝争いしてるところでしんどかったよね本当に点が取れないっていうのでこんなになんだろうな生みの苦しみを僕たちは生み、まああの,の苦しみっていうとね女性が赤ちゃん産む時の苦しみっていう意味で、まあ、よく聞きますけどまあこれほど点が入らないっていうことでね、まあ、クライマックスも含めて。 しんどかったことなかったですよね。うん。まあ、それについてちょっとデータが出てるので、皆さんにシェアしていきますね。えー、阪神先制成功率はリーグ1位の5割8分7厘で、ヤクルトの5、人4をしのぎましたと。うん。だが、後半戦の虎は1イニングでポツンと点を取っても、中押し、ダメ押しができない傾向が顕著になっていました。リリーフ陣も首脳陣の胃も痛んだばかりの心象通気だったんです。 えー、9月1日の中日戦なんかは6回に奪った2点のみで2対1と競り勝った、えー、競り勝ったんですが矢野監督はしんどいやっぱりもっと点を取りたいもっとワイワイやりたいと漏らしたとで10月12日の巨人戦東京ドームも近本の2回の2点タイムリーで2対1で新勝もう1本2本タイムリーというか点を取りたい今日でもしんどいよねと苦悩を隠せなかったとシーズンの半分の7172試合を紹介した6月末時点では 総得点でも阪神ががヤクルトがに差はなかったんです得点を奪うことができたイニング数も阪神が169イニングでヤクルトが164とほぼ同じ1試合の複数イニングで得点を上げた試合も阪神が49試合ヤクルトが50試合と対等でした6月30日の時点で3位だったヤクルトには3ゲーム差だが後半戦に入ると阪神が複数イニングで得点を上げた試合数がガクッと減って42試合になりました ヤクルトも後半戦の冷風負けは7回阪神は8回ありました完封負けねと打線は苦しんだしかしそんな戦いの中でもここぞの1本とさらにもう1本を絞り出し複数イニングで得点を挙げた試合は前半戦と同じヤクルトは50試合阪神は42試合ラスト20試合に至ってはなんと20試合のうち10試合で9イニングで1回しか点が取れなかったねっ 大山が調子をこしたことや前半戦を牽引した佐藤輝明やサンズがそろって不思議陥ったことが重たく響いたと。まあこのように書いております。当然反発力があるはずもなくシーズン最後の逆転勝ちは9月8日のヤクルト戦。逆転勝ちの回数もヤクルトの29に対して21だった。終,盤終戦を迎えた11月7日の巨人との c s ファーストステージ2戦目がまさにその展開。ね、2回に2点取ったけどその後3点で4点目取られて逆転できる負けたでしょ。だから僕は言いました。 阪神は先制されたら負けるよってうん。なぜならこのデータが僕の中にも頭に入ってたからです。うん、要は阪神は1回点取れても次の点が取れないんですよ。っていうことをもう終わりがけの試合で。まあこんなにあるとは思ってなかったけど、顕著に現れてたんで、阪神は2点取って次の1点を取りに行かへんかったら絶対負けるって思ってて、逆転された時点でまあやばいと思いました。うん、所詮は1点取られた時点で負けるかなと思いましたし。 えー、2試合目は2点取った後に3点取られた時点でもう負けるかもなって思ってました僕はね、うん、それぐらい阪神は点が取れないつまりしかも点取られた後点2回いいゆ9回イニング見ても1試合で1回しか点取るところが見れないようなチームだったんですそれは優勝できへんよねっていうところですよ、うん、はいえー 中村豊コーチと工藤コーチのトレードみたいなもんかなと <laughs> 外国から阪神応援するのが鍵がありました大阪の会社に入社決まりました阪神を国内で応援することができそうですので幸せですなんじゃそれ零点時刻はめちゃめちゃ強かった、えー、福本豊さんのトーラたこ焼き <laughs> 最終戦 CS 現地観戦しましたが本当に辛くかく苦しかったと、うん、大丈夫その最終戦もう俺も見てたしその最クライマックスの1試合目なんかもうほんま最悪でしたからね もう点取られへん。点取られへん。もう全部それですから。最後の方は毎日は意外が痛かった。イグスで必須でしたと。ビハインドの時は6回、7回でどんどんダイ償を使って点取る展開にしないといけなかったと思う。8、9回に代償を送っても勝ちパのピッチャー出されるから余計しんどくなる。いやいや、まあ、そういうことなんですよ、それは。うん。完封 <coughs> 含めると20試合で10試合よりも多くなるのかな <coughs>。いやいや、2、まあちょっとそこまで僕は追いかけてないんで、気になるやつ追いかけてください。 逆にその20試合でそんなに負けずに踏ん張ってたのは投手陣すごい、そういうことです。だから坂本がね、えー、11試合、マスクかぶって6勝2敗、3分けやったじゃないですか。いかに先制点取ってそのまま逃げきってたかということです。うんえー、西村、こんばんは。<laughs> え後半戦は本当に点取れない苦しい試合が多かったですよねと。ラスト20試合、そこまで苦しかったんですねって。うん えー、全くヒットが出なかったわけではないですむしろチャンスは何度もあったけどちぐはぐな攻撃で無駄にチャンスを潰してましたね外野にフライを打つ内野ゴロを打つということは後半はできませんでしたうーん正初戦の初回のなマルテがダメ大山三振マルテなんか見逃し三振ですからねうんワンアウト一塁三塁ですよど真ん中の低めのね際どい球でしたけど 引きつけて右方向にコーンって打ったらもうそれで1点入ってたんやんっていう、まあ、それもできなかったうんうんねえ顕著なのは糸井さんですよノーアウトランナー1塁出てきてパガーン初球打ってアウトーっつったうん、まあ、やっぱね えー、矢野監督、ワイワイやりたいじゃあ他人事に聞こえてしまうんですよ。ワイワイするための天皇通りかりと考えないと。矢野監督こっそり見てたら悪い、一気悪くしないでくださいね。と <laughs> もう見てる可能性ありますかね。藤川球児氏が見てくれてるっていう時点で、もう、タイガースの球団のかなりのね、ブレインに触れてるってことですかね。もう、うん、もうある意味、もう心臓部に、もう、ドクター X で言うと、心臓部の開胸手術してるぐらいにもう触れてますよ。タイガースの心臓部分に、マジで。うん ね、矢野さんあのめっちゃ面白いんであの悪気ないんで悪い人じゃないと思うんでぜひあの見てあげてください可愛い赤ちゃんとかも出てきますんでとか言って矢野さんに見,見てくださいって言ってるかもしれないしあのというか多分会ったことあると思いますよってキャンプとかも来てたしああ俺のなんかイベントにも来てくれたわって矢野さんとかも言ってるかもしれないし、うんえー、CS 大一は本当なんだよねみたいな攻撃で苦しかったですねと、うん、やっぱり送りバントできないのないかな送りバントっていうかケースバッティングですね送りバントもそうやし 進塁打もそうやし、まあ、犠牲フライねライトにふでっかいフライ打ってサードにランナー進めるとかやっぱそういう練習をせなあかんと思います徹底的にうんあの変な話僕ね僕がバッターやったらヒットを打つ練習じゃなくてそのケースで自分が仕事をしたと、ね、評価されるようなバッティングをする練習っていうのを取り入れなあかんと思う ホームラン打ったりヒット打つっていうのは、もうそんなのんて、狙ってまあ打つようにした方がもちろんいいけど、よりも、なんやろ、まず最低限何ができるかっていう中で、最低限の仕事ができるっていうスタートができて初めてヒットホームラン狙ったらいいと思いますよ。失敗した結果で、たまたま、人類だったから良かったねぐらいの気持ちの練習をしてるから、俺、打てるか打てないかしかないような打線になってるんちゃうかなと思いますよ。まず最低限、 この場面ノーアウトランナー二塁俺がバッターです、えー、サインは打て,打てですどうしようかなと思いましょじゃあ打てって言われてサインけどもう投げようとしてるんやったらもういっぺんタイムかけますねでタイムかけていっぺん出てちょっとこうね靴紐直したりしてちょっとそうかノーアウト二塁かセカンド菊池か広島戦やとしたらね菊池か一塁松山かなるほどなでさあどうが林くんか林くんもそんな種類上手くないしな まあショートは小園やけどまあ打っちゃうととにかくランナーに塁やしショートに打っちゃうとサードには進めないしなあ。ってなったらこのピッチャーの球を見てみようかな初球。あピシーストレート155キロ。はいやめっちゃ速いやんどうしよう。バントできるかな。今日スライダー投げられても厳しそうやしなとかってねそうやって考えるわけじゃないですか。ね、よしじゃあもう速いけどバントしよう。<laughs> 百五十よっし今夜車番を林君が取ったら絶対大丈夫よしまあ番ントしたからワンアウトランナー三塁まあ大丈夫ですよねさて大丈夫大丈夫うん進塁打打てたからですよねっていうまずそういうことをもうやっぱり最低基準にしてなあかんなんじゃう、うんもう打てるか打てないかとかじゃなくてなんか仕事したかしてないかやと思うんですようんプロやから。 なんか打てた打てないで喜ぶとかじゃなくて仕事したかしてないかで評価するしかないから、うん、う悔しかったら仕事しようよって話やからさ、うん、自分なりに仕事するって何なんてそれサインが出たんやったらその通りにやるのが仕事やからその通りにやればいいしサイン出てへんのやったら考えなあかんやんって話でしょまあ今日考えてもできへんぐらいレベルが高いのはプロ野球やっていうの分かってるけど けど、それで飯食うって言って、一生懸命小さい頃からバッと振ってきて、プロになった人間やねんから、そこを言い訳にしちゃあかんやん。難しくてもやるのが仕事やで、というふうにしか言いようがないよっていうことですよ。我々はね。うん、はい。ええー、まあ <laughs>、ちょっと待ってくださいね。私、失敗しないのです、正直俺たちの野球って言葉をもう聞きたくないかなと。<laughs> ノーヒットでいかに点を取るか。新、う、庄、ん、だからね、剛、ビッグボスは言ってたじゃないですか。 うん、僕たちがやれる新しい今までにない野球、うん、ヒットを打たなくてどうやって点を取るかって言ってたんじゃないですかやっぱこれそれが究極なんですよだってそんなホームランもそんなヒットもカンカン出ないでしょ1試合で10本ヒット出たらよくヒット打ったねっていうのがプロ野球だとしたらヒットは6本ぐらいしか打てないって思っといた方がいいんですよじゃあねヒット6本打った時にどうやったら点入るかっていうことを逆算して考えたらノーアウトランナー一塁 ノーアウトランナー二塁なんかは絶対送りバントですよ。要、う、は、ん、ランナー三塁に行くんですからじゃあワンバウンドしてとかデッドボール当たってじゃあワンアウト一塁三塁ねワンバウンドしたらもう三塁ランナーかえってこいで1点入るわけですよ。うん、だやっぱそういう,やっぱこう考え方っていうのは別に俺が,が言わんでも考えてると思うしけどなぜかそれが反映されてないわいクライマックスシリーズ2試合でもバント1回もしなかったですからねノーアウトランナー出ても。 だそれは、うん、あの受け入れながら考えていきながら勝てる野球をっていうけどえ普通にノーアウト一塁やったら送ってワンアウト二塁やったらヒット出たら1点入るからそのプレッシャーをかけるだけでも全然ちゃいますちゃうちゃいますもんっていうふうに思うよね、うん、えー、お待ちくださいね <laughs> さあ えー、ケースバイケースのバッティング練習を周期練習でやってほしいですね。最低限の犠牲フライとかゴロでゴロで1点返せる野球を目指してほしいと。試合前練習で選手たちがバント練習してましたが、正直本番でしないのにする意味あるのと思いましたと。バントするのはちゃんと140キロの球で練習するべきだと個人的に思いましたと。チームバッティング、イエス進塁で大事。スケコー君スパッチャありがとうございます。代打、上田でセーフティーバントどうですかっていいねー。いいと思います。いや、いいんですよ。そういうのはいいんですよ。はいはいはい。 はいありがとうございます来年は代打でバントでもセーフティーバントでも何でもやりますボテボテのゴロでも打ちますなんやったら満塁でソフトバンクの本拠地でホームランも打ちます、えー、スケコウさんありがとうございますいやいやけど本当にいやだからそういうことを僕はやっぱりあのそんなことを今さらシーズンが終わって総括をしている中でやった方がいいんじゃないかなんて。 言う話をするのはもう金輪際このオフだけにしてくださいお願いしますはいいや本当にスケコー君スパチャありがとうございますうん代打上田代打上田で <laughs>、えー、セーフティーバント上田のセーフティースケコー君スパチャありがとうございます代打 <laughs> 上田でセーフティーねく、うん、こんばんは <laughs> さあ、伊藤吉はバント無縁な人なのに、あれは c s 2戦目0名の2、3で4回だったなと。戦闘で出て、あれは伊藤正史の代打で竜を締めれず。いやそのあれはあれはって何やねん <laughs> 癖やめ癖。伊藤がバントできるかどうかあるが、そうなるとそれは別。<laughs> えー、仕事が仕事になっとるって。<laughs> まあだからね、うん。いや、だからそんなことをファンがね、まあ僕サポーターですけど、僕はファンじゃないですけど、僕はサポーターなんですけど、 あのそんなことをツイッターで10代の、えー、10代、えー、0五ラインとかのね <laughs> 0五ラインっていうと2005年生まれの子のことなんですけど0五ラインのね阪神タイガースファンとかに言われてる場合ちゃうでって話ですよ。うん、バントセーとかね、うん なんでお前犠牲フライも打たれへんねんとかさ、糸井さんじゃなくて山本でバントしろとかね、0五ラインぐらいの若い、ね、高校野球とかやってるような子らに、阪神なんでノーアウトでランナーすもう進められへんのとかって、そんなツイートをツイッターでされてる場合ちゃいますって、っていうことですよ。阪神タイガースの首脳の皆さん。うん。えー、その昔、長嶋衆院さん代田川合正宏さん継ぎながらバントの構えをしてたな我々を承知で。<laughs> かわいい。<laughs> <laughs> そそれめっちゃ面白い、はいえーまあ、だからそんな話です、はい、v の話でですのした、はい、もうあっという間に今日もラストワードまで来ましたけど伊藤正司月間 MVP に初選出やっと嬉しい話、まあ、序盤で言いましたけどそして牧選手もねおめでとうございますあの野手新人の野手そして投手が月間 MVP をダブルで取ったのは今回史上初だそうです歴史上初です ね、素晴らしいですね、サトテルが5月に取った以来、えー、今年、えー、伊藤正司が取ったんです、タイガースはピッチャーも野手も、ね、新人が月間 MVP を取ったっていう,う、素晴らしいですね、はい、もう本当に素晴らしい、まあ、それについて最後、読んでいきますね。はい、えー、いきます、阪神、伊藤正司、月間 m v p に初選出、本当に光栄、サトテルに続き、球団新人では今年2人目の受賞ということで。 1 0 1 1月度の、えー、体重生命月間 MVP 賞に初選出、えー、10月は4試合に先発して3勝0敗防御率が0.9810、えー、月24日の広島戦では球団新人サワンとして67年の江夏豊以来54年ぶりの10勝マーク。 終盤もローテーションの一角で勝利に貢献。ベストゲームには同18年の広島戦を挙げ、自分の中でも調子が良かったというか、自分の思ったように体が動,くかと動いたと、7回無失点に抑えて勝利した試合を振り返ったと。同じ新人の佐藤輝明も5月度 MVP に輝いて,いており、意識について問われたサウンはそんなになかったと笑みを浮かべたが、好調の要因に変化球の精度を上げ、ツーシームチェンジアップをしっかり低めに投げられたことが勝利に結びついたと手応えを口にしたそうです。はい。 まあね皆さん、うん、バッターなんで7割失敗するスポーツなんでいかにヒットを打たずに点を取るかが大事だと思います新類じゃ犠牲フライやないゴロで点取る意識をも,もっと高めてもらいたいい、うん、いや本当にけどねあのそこをちゃいます新庄さんの真似してねまずねあのそういう走塁とか誰が一番できるのかとかを調べるのも俺一つ手やと思いますよ、うん、ほんまにうん。 んとバントフェイク入れるなりエンドランでもサイン出しようもるような対応はプロでないともっとオプションを増やして相手を惑わすような戦術が必要あのまあ,、まあ、あのヒデさんん、まあ、やろエンドラン見破られたっていうのはもちろんねジャイアンツにしてやられたんですけど戦術の数をね増やすとかっていうよりは何でしょうあのそれってねピッチャーの吸収と一緒だと思うんですよ。 プロスピでいい査定つけてほしいからって投げられへん変化球投げてるやついっぱいおるって球児しか言うてなのが面白かったんですけどねホ投げられへんのにカットボールとかチェンジアップとかツーシームとか投げてるやろとか,なんか言ってるのが面白かったんですけどそれって戦術と一緒じゃないですか投げられへんのに投げれるみたいな感じでねやってるっていうのは意味ないじゃないですかつまりきっちりエンドランバント盗塁ねゴロゴーねランエンドヒットとか。 そういう、要は、基本的なやつを、まずちゃんとやらせましょうよ。ということです、うん。なんか難しいね。ツーランスクイズさせるとか、ね、なんか一塁ランナーが盗塁する時に、セカンドに投げさせてバックホーム帰ってくるとか、そういうコードなのを求めるところでね、普通に守備、あのエラーが治らへんとか言うてるチームやのに、そんなところで戦術ばっかり広めても、多分ね、消化できへんと僕は思います。うん。と思いますよ。<laughs> はい。えー、なんで、まあだから、 戦術,戦術はまあ戦う術をね、うん、持っていても要は発動しないんで、うん、魔法いっぱい持ってるくせに MP0 みたいなものですよ阪神は。<laughs> いやほんまに、うんうん、いっぱいいけるんですベ,ベギラマも何でも出しますよみたいなベホマズもいきますけど言ってるけど MP が足りないやかましいわみたいな。<laughs> いやもうせめてホイ,ミと、ね、ホイミとラリホーぐらいは使えろよみたいな話ですよ。うん うん、でしょホイミなんかバントみたいなもんじゃないですか。ホイミを使われへん選手がどうやって勝てんねんって話ですよ。うん、<coughs> えー、伊藤君、本当素晴らしい球団新人賞をあげたい <coughs> デカピオさんもタイガースくじで伊藤正司ゲットしてた。イエス NPB のツイッターより11月、10月、11月より最も活躍した投手、打者に行われるあ。ありがとう、それ記事ね。山本由伸、5度目、4か月連続。近藤健介、初受賞。 牧、えー、が打率4割5分2厘、二塁打11、ホームラン1、えぐいな、<laughs> 4割5分2厘って、えー、中さんもおっしゃってましたけど、やっぱりこの間の CS ではギラをガンガン使ってよかったかもしれないと思いますが、いやいやいや、もうそんなの、もう僕はもう息を吸うようなレベルで、でなんでバントせえへんねんってずっと言ってました。はい <laughs> えー、2021年月間 MVP に選ばれた選手で新人を候補に選ばれた選手佐藤輝明、えー、伊藤将司牧秀悟牧がね俺取るべきやと思う俺がね俺はねどっちかというとやっぱ1年間フルで、まあ、野手って出るから守備もやって打つんもやってやっぱ3割以上二十何本打点75ぐらい上げた牧は俺ねかなりすごい新人やと思ったから申し訳ないけど俺栗林より牧の方が俺は評価高いです僕はねうん 伊藤すごいですねおめでとうございますって言って、うん、<laughs> 伊藤君の終盤の安定感は素晴らしかったですねあのダゾーンでね伊藤正志のね、あのー、動画あるんで是非見てほしいんですけどあのやっぱりね横浜高校の渡辺監督のね指導が良かったんやと思いますとにかくコントロールを良くするためにもうこうやって両手のこの肩幅ぐらいになんかこうネットを置いてそれ以上の幅でピッチングしないようにもうずっと同じ リリースでフォームで投げれるようにすることによってあの要はベースから離れないで請求をつけられるっていう投げ方を徹底的に体に染み込ませてたらしいですね、うん、あれはねあのその練習の仕方はタイガースの2軍で特にあのコントロールが良くないピッチャーにも導入してほしいと思いますえー、伊藤君の終盤の安定が素晴らしかったですねということではい <laughs> まあね皆さんまあそんなこんなで今日も2時間ばっちゃり喋ってきましたけど いかかがだったでしょうか、うん、急にはなんか温度冷めましたけど <laughs> いやもう,2もう2時間ここまででさんざんったからしかもコメント書いてくれてるの、まあ、95%は保管してるから「よー喋ったわ」と思ってちょっと今僕は休憩してます <laughs> いいでしょちょっと休憩しちゃって、うん、まあ皆さんから何かあったらいろいろまた言ってもらえればこれもちょっとおっちゃん取り上げといてよっていうことがあれば言ってくれたら取り上げますけどうん はあ、疲れた <laughs> 言うてもうた、うん、ああホームランドリームズこんばんは、えー、めちゃめちゃしゃべったよマジで他にあのニュースちょっと取り上げてないニュースでこれ気になるっていうのはないですか皆さん,うんだって僕は朝今日7時半に起きて朝から仕事して甲子園の近く行って仕事してふと宝塚行ってまた仕事してでそれからまたね帰ってきてるんで、うん、まあちょっとは疲れてますよ はあ、ああおっちゃんが予告ライブでそこがあると言うてましたかいや速報だから言ったじゃないですか矢野監督が留任決まりましたっていうのこれ速報じゃないですか、うん、あの大事なニュースでしょ矢野監督が来年監督するよっていうのはあの時点では僕が動画作った時点では決まってなかったんで、うん、で会見したっていうのがその時にちょうど出てたから速報があるんでそれは夜話しましょうしかも矢野監督が続投決まったっていう話はすげえ重要な話じゃないですか なんでそれは心の中には入ってなかったっていうことです。普通は一番に来る話ですよ、それ。うん、あの発表があったらね。うん、<laughs> それが速報です、僕の中で。ちょっと足りなかった、うんえー、伊藤正翔は一つも、うんねえー、もったいないなと思った。<laughs> あー、それね。うん、まあもう、それも野球ですよ、うん。それも、それもベースボールですよ。 This is ですそれは。うん、しょうがないでしょ、それは。うん、それはまあけど、評価はそれなりにされるから、別にそこはいいんじゃないですか、うん、と思いますけどね。うんえー、タマハトさん、スパチャありがとうございます。タマハトキャラメルコーン。タマハトさん、スパチャありがとうございます。<laughs> ちょっと待ってくださいね。いやー、ほんとに。えー。 皆さん、今日やらないといけないことをやりましたかもう12時になりますよ。えー、もう今日は終わります。はい。あの,ーあのライ、ライブはね、まあ、もうちょっとやるんですけど、今日やらないといけないことは皆さんやっとかないともう終わっちゃいますよっていうことで、そういうふうに言ってますけど。玉、うん、トさん、スパチャありがとうございます。佐藤輝明です。こんばんは。 えー、玉戸さん、スパチャありがとうございます。僕はマイラーじゃないです、えー、僕の乗り方考えてください。<laughs> スパッチャーありがとうございます、うん。まあね、オフなんでね。まあいろんな人見に来てくれてるんですけど、スパチャーいただけるなんていうのは本当にあのありがとうございます。もう僕はもう朝からね。あの今後。うん 仕事ししていったりしながらねなんとか YouTube 毎日やるのはねあのやっていこうと思ってますんでまあこんだけね400人近く見に来てくれるライブがねあの毎日やってることでまあ見に来てくれる人は阪神の話聞きたいなと思って来てくれてるんでこれはねやっぱ自分がライブやってた時からあの去年やってたオフのねライブよりも全然人が増えたんでそれは僕1年間頑張ってきてよかったなと思ってるところなんです。 えー、来年開幕先発切り敷抑え藤波代打の神様、エゴシビッグも、ビッグボスなんでやねん。<laughs> なんでやねん。<laughs> なんでやねん。<laughs> ビッグボスなんでやねん。<laughs> ありがとうございます。玉 <laughs> トさん、ありがとうございます。嬉しいです。えー、今夜も素晴らしいライブでした。体力を温存してくださいね。と はい。皆さんありがとうございます。本当に。えー、まあ、デコピオパイセンがね、えー、今月の26日がね、予定日でね、あのー、九太、九太郎が生まれる予定なんでね、まあ、そこに向けて僕もね、えー、阪神のライブもやりながら、さあ、明日ですね、明日もですね、またあのー、どうみんな、一つ聞きたい。昨日あげたみたいなまとめを、まとめの動画をあげるか、今日みたいに、今日の夜はこんなライブやりますよ。で、一応これだけ見とけば、 今日こんなことがあったんやっていうのが分かるっていう動画やったらどっっちが見やすかったですかかたで毎日やるんやったらなるべくね今日みたいに動画の方が僕はやりやすいんですけどまあああいうなんかまとめみたいな動画やるっていうとどうしてもね編集に時間かかったりして大変なんですよ。こういう形でやれば1分半ぐらいで動画撮れるんで。 うん、そうすればみんなもね見れない時でもこんな話したんだなっていうのが思い浮かべられるし逆に言うとこれに対して僕がどう思ってるかとかみんながどう思ってるかを知りたい人はライブを見に来てくださいねっていうためにやってるんで、まあ、それについてちょっとね皆さんあのー、まあ見てない見た人は1分半のあの動画にな感想をね書いといてくれたら嬉しいですまあ今言ってくれてもいいしまああのやっぱりねみんながね見ててねいいわっていう方をやらないと。 でみんなが1人でも多い方がいいっていうやつをやった方が多分新しく見に来る人も増えると思うんですよ。うんなんでね僕もやっぱりいろいろ試行錯誤してます。僕のチャンネルねライブを見に来てくれる人が今日も450人ぐらい見に来てくれましたけどピークの時は。それが1000人2000人ってなった時にタイガースをこれだけ真剣にオフでもしゃべるっていう人これがシーズンに入ったら5000人1万人になるようなライブになった時にタイガースに対してきっちりいいことはいいおかしいことはおかしい。 けど選手に対して言ったあかんことは言ったあかんっていうのが分別のついてるファンが増えるっていうことはタイガースのファンではなくサポーターが増えるっていうことなんでチームは絶対強くなりますんで、はい、僕はそれを作り出す、ねえー、必ずそれを信じて僕はやってますんで皆さんもぜひねあのその僕のビジョンにあの共感できる人はね高評価したりね、えー、チャンネル登録してくれたら嬉しいなと思いますんでよろしくお願いしますデカピオさんどう隊長。元気 あ,あデカピョさん今なんか体調があの子供がねポッコンポッコンしてるらしいんで元気やわこの人ポコンポコポ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 ンポコンポンポン全然ないわ全然ねあ動いてますねうんポッコンポッコン蹴ってますねお腹をあ動いてる動いてるそれそれそれ生まれたいんちう,う,う,うんうん、すごいねうんうんすごいね足足がポッコンポッコンしてますわうん まああのー、ねまあそんな感じで <laughs> そうです矢野監督が続投決まったこれはもうビッグニュースでしょう,うんまああのビッグニュースというか大事なニュースでしょう、うん、10時からライブでしたんですねあとでしっかりアーカイブ確認しますということで、うん、毎日10時からやってるんで、うん、でまあ12時に終われば次の日朝からでも仕事できるしっていう意味でそうやってますんでね、うん、えー、てつさんお疲れ様ですえー <coughs> 多球団ニュースカープ大型サワーのターリー獲得なるほど <laughs> 日付が変わり11月10日が西ゆきは31歳で坂本選手は28歳の誕生日だそうでありがとうおめでとうございます西ゆき投手お誕生日おめでとうございます坂本選手も28歳お誕生日おめでとうございます <laughs> え明日はパーヒー機のオリックスの CS 初戦なのでここらで離脱して応援に備えてみます <laughs> まどうぞご自由にしてください僕は明日両方の試合を見るっていうライブやりますんでえー 6時からからな試合ねククライマックスシリーズ、うん、あの皆さんよかったら一緒に応援しようかなと、まあ、あのプロ野球を応援しようと思う方はひ一緒に応援しませんかはいえー、しかし10時から2時間ノンストップで熱く語り続けて相談役はすごいと思います一昔前の近鉄特急アーバンライナーです誰が特急や特急やねん <laughs> ほんまに誰が特急やもうちょっとなんか近鉄じゃなくてせめてなんかあのー、なんやろうせめて 東北新幹線、こだまぐらいになってくれや。こだまちゃうわ、ねやったっけはや <laughs> ぶさか。え、うん、えー、サネさんバージョンがいいです。今日みたいな感じの方が個人的にはいいと思う。なるほど。まとめ予告編動画の方がいいです。さーて、今日のなんでやねん、さんは、まあ。今日のバージョンの方が良かった。あー、ほんまにありがとう。うん。今日の感じもいい。うん。今日のバージョンがいい。あ,ありがとう。じゃあ今日にしましょう。今日の方がいいですね。私もこのライブを毎日楽しみにしてます。本日ううの投1分半予告をお願いします。今日の予告ライブの方が内容がわかるので見に行きたいと思います。 ありがとうござい,ますいやあの僕が大事にしたいのは予告ライブ予告まあライブの予告っていうのはまあ気になるから見に来る人ももちろん増えると思うしプラスそれを見るだけで最低限のことは分かるっていうのも大事なんですよ要はこれについて深く知りたい人はまあ概要欄にリンクも貼ってるんでね、うん、というかスパチャくれてる誰ヒデさんデカピオさんアナンあなたの祈願ありがとうございますデカピオさんまだいますここにデカピオヒデさんヒデさん 目標は1時間からな。<laughs> うるで、うんうん、最速やな、それ。めちゃめちゃ早いやん。磯畑並みに早いやん、そんな。病院について1時間。サニブラウンに勝った男になるでしょで。ね。サニーブラウンに勝つぞー。スパチャありがとうございます。ヒデさんに、ね、ヒデさんにスパチャ。いただいたんで、ヒデさんには、じゃ。あれで。ヒデさん、スパチャありがとうございます。 長いやつねそう <laughs> いやワクワクするわこの音楽だいたいこういう時にね企業ーーがガムかみながらね投球練習してるんですよで広島相手にね あの先発してる時この,この音楽を流れてました昔ポンありがとうございますヒデさんありがとうございますこのねこの音楽を聞くとやっぱねサンテレビがね野球始まる時の中田義弘さんが解説してる時思い出しますよ<あ>いやさんもくれたんああっメンバースパ,ースパあ,ありがとうございますマサポンさんもメンバースパちょっと待ってねちょヒデさん書いてじゃあん <laughs>

僕があの「Q 太郎」ってたまに言ってるんですけど「Q 太」なんですけど、うんあのー、ありがとうね、うん、まあ皆さんめっちゃうれしくないですかあのー、阪神ファンで言うと,もうち,ょっとちょっと皆さん妄想してみてください目つぶってねみんな目つぶってくださいよいいですかあなたは阪神タイガースの4連来のファンですあなたの大好きな ね、あなたの大好きな奥さんが子供を産みますその子供が生まれることをこの方が知ってますあめっちゃうれしくないですかこれ <laughs> これが言いたかっただけなんですけどめっちゃ嬉しいですよねこれもうマジ嬉しいんですよ僕もうねマジ嬉しいんですよ待ち受けにしちゃいましたね <laughs> ねえ 携帯の待ち受けしちゃったね皆さんもう見てくださいこれ,れもう嬉しすぎてもうちょっと見てくださいこれあのお子さん生まれるってお子さん生まれるっていうのを僕これ携帯の待ち受けにしましたからねツイッターのこれ昨日 YouTube ライブ見てました子供さんが生まれるようで今のまま感情丸出しで応援してくださいそれが生っ粋のトラファンですよね喜怒哀楽俺これプリントアウトしてなんかパウチかなんかした 家じ家うにバンバン張っとこうかな自分の見えるところにめっちゃ頑張れそうな気にするありがとうございます神戸秀さん安産祈願スパーいただきましたいやマジでマジでマジで何言うわこんな深夜にこいつ何やりようのやろうと思ったらそんな話こいつ自慢話か最後っていうね <laughs> 明日から見に来るんやーめようみたいなせーの来るか絶対来ないと思いますいや来てください <laughs> はいえー、ということでね早く出せーってピヨ太郎ちゃんがお腹を蹴ってますねーって 昨日のまとめなんですが、自分で出たところ、字を消えたので、若干長めに表示してもいいかなと思います。ああ、けどね、結構ね、あのー、長めに、ちゃんとセクションでは投げてね、こうね。まあまあ、そういうのもあるよね。うん。そっちの方が分かりやすい。うん。まあ、アジェンダ書こうがね。元気なところで阪神入団よろしく。まあ、頑張りますよ、本当に。ねえ。 あのヒデさんもあのサンテレビ関係者の人にぜひね僕のこと会来年はあの副音声でって押しといてくださいただちょっと悪口言うかもしれないから放送事故起きるかもしれないけどって言ってたらせーの使えるか絶対使わないと思います <laughs> はいえまさぽンさんまさンさんもくれてるスパチャありがとうございます <laughs> <laughs> あかんあかんこっちはこっちや マサポンさんスパチャーありがとうございます。危ない危ない、本家の方流すとすぐにあの著作権侵害来るんで。うん、ね。えー、まさぽんさんありがとうございます。まさぽんさん、スパチャーありがとうくらいます。うわっえー、企業が懐かしいです。湯船が覚えそうそうそう、ピッチャーね、湯船ね。そうそうそう,そう。 1>, 1時間はすごい目標でも18年後の阪神4番ならあり得るね頑張ってくださいまあね4番なのかやピッチャーにさしたいで自分がキャッチャーやって受け足りたいっていうのはありますねこうお,お親父としてはお前ちょっと投げてこいピシお前小学生やのにもう135出てるやんみたいなそんなやつおるかプシそんなやつおるかーとか言いながら <laughs>、えー、私は明日から、えー、CS ファイナルステージはオリックスを応援しますう <laughs> もう家宝やんな家宝 家宝は寝て待てる優勝に届かなかった要因は来季は誰に期待皆様のご意見をお聞かせくださいスポーツホースああスポーツホーチねうんいやいや9位さんも応援する9太ね、うん、あの目指せ猛虎復活っていやいやもうあのほんまにウ太にしようと思ってるんでガチでガチで、うん、あのー、あとあのねちょっとね僕、まあ、まだ考えてる構想段階なんですけどあのー、ある場所で YouTube ライブをやって えーとそこにあの来てあのなんかリスナーさんが試合あるけどそこ甲子園には行けない時に来て集えるような場所を作ろうかなってちょっと思ってるんですよあのスナックとかじゃないですよ <laughs> 普通に YouTube ライブをやるスタジオみたいなをプレハブかなんかで作ろうかなと思ってるんですよ。うん えまあけどそれはねちょっとね実現に向けていろいろ動かないといけないこと調整しないといけないことがあるんでそもそもプレハブ立ててええんかっていう土地が必要なんでねそれはすごく問題があるんですけど、まあ、なんかちょっとそういうことを今やろうと思っていてなんかまあなんか面白い展開になればなとでそこに皆さんねマサポンさんとかに頂い,いたユニフォームとかね まあ普通にあの僕が着てるユニフォームとかねこうかけてでってあの3テレビが流れてるモニターかなんかが外から見れて FM 東京みたいにねあのバンバンってあのスペイン坂広場のあのスタジオみたいにねこう見えるじゃないですけどそこで YouTube ライブやっててまあたまにゲスト呼んだりしてそこで YouTube ライブやって外に「おお皆さん」って言ってもう集まってるのがめっちゃ40代以上のおっちゃんばっかりっていうね <laughs>。どどんなみどんななライブ <laughs> どんなライブストリームやねんって思われるっていうね。うん。まあそういうのや,やったりしたいなと思ってるんで。まあなんかそういうのも YouTube で今後ね。あのー、来年以降のこう、野望の中に一つ入ってってるんで。皆さんよかったらなんかね、そういうのも楽しみにして待っといてほしいなと思うんですけど。はい。えー、今期の阪神は佐藤輝明の活躍で一夜終了と何読んでんの何読まさせてんの俺に。うん。あー。光一郎、こんばんは。投稿はこのニュースを記事からできます。ずっこーいってね、えー。梅田さんもありがとうございます。デカピオさん元気なお子さん産んでください。やって

まい包まれてもおかしくない、ねお。おかしくない。おかしくない。もう来てるだいぶ。来てます、うん、来てます。だいぶ来てます、ね。マリックのハンドパワーよりは来てる。来てるね。だいぶ来てるなそれ。俺の頭頂部よりはまだ大丈夫。頭頂部より来てるね。おお、じゃあよかった、うん。俺はあんま頭頂部来られたら困るからな。な <laughs> あのスケコウクじゃないけどリアップ塗らなあかんっていうなるなる <laughs> 違うか。梅田梅田さんスパじャあ出てます。<laughs>

いやロサリオです。ペースパ、ありがとうございます。ありがとうございます。このひげぐらい濃くかけるやつを買います。ありがとうございます。ペコリペコリ。<laughs> 緑がほんまに薄いねんな。なんでこんな薄いんな,なんかもはや緑のスパチャをくれた人より黒の方が目立っとるやんな。どう見ても <laughs>。ヒデさんよりヒ,ヒデさんよりも絶対に。 うん他, <laughs> 他の人の黒のやつの方がもう10倍ぐらい目立ってもうとるやないかいすいませんヒデさんヒデさんからクレームくるわほんなもうせっかく俺610円もスパチ上げたのに俺のやつが一番目立ってへんやんってなるねだから今なんかわフチつけてますもん思い切って <laughs> 神戸ヒデさんひヒデさんすませい <laughs> いや違うかいや清奏さんありがとう きょうかねさんありがとうねうんあのー、ちょっとあのピよピよちゃんの,あの T シャツとかもねあのオフねちょっと作ろうみたいな話あったんですけどきょうかねさんごめんなさいスパチャ金額も書いてなかったオマリーはね先流したんできょうかねさんありがとうございます <laughs> まあ皆さんもう,もう今日はもう12時過ぎて阪神のニュースはまあ終わってきてあとはもう僕のことをねなんかんやろ あの都昆布みたいにかめば噛むほどアジアのやつだなと思ってる人だけがまあ残ってくれる時間になってきたんでね、まあ、そろそろね、まあ、締めていきたいと思いますまあ皆さんね今日もまたク、あのー、ライマックスはまあファイナルありますけど、まあ、野球を楽しみながらねん、まあ、やろう自分たちがやってほしかった野球っていうのをきっと見せてくれると思うんで勝ち残ってるチームは、まあ、そこ楽しみながらちょっと来年に向けて歯ぎしりじゃないけど、うん タイガースの応援に力に力変えてきたらなと思いいますはいえー、そんなところでございましたね。とちいめもありがとうありがとうおやすみ <laughs> すげえって YouTube スタジオなんでやねんと。なんでやねん記念館ではねいやそんな記念館になるほどまだ僕何も成し遂げてないんでね100万人いったらまあちょっと話題になるかなと思うんですけどんまああのー、ちょっとねまあなんかそういうのやろうかなっていうのを今ちょっと考えてるんですよ。うん 12日なら同じ誕生日です。いや、12じゃないとは思うけど。うん、ちょっと待ってくださいね。<laughs> えー、栃木ありがとう。うん、久太君、楽しみ。えー、お心遣いありがとうございます。いやいやいやごめんなさい、ほんと、ペンがちょっと薄くなってしまって。<laughs> ヒいさん、デカピオさん見てると、改めて母は強いと思います。まあね、まあまあまあ、3人目っていうところで。そんなことないで。 あビビってる、ま、YouTube の動画で出産のやつめっちゃ見とるであの,どうちゃなあの安全にやっぱ安産で生まれて僕も今回初めてや立ち会えるんでコロナで去年は立ち会えなかったっていうのもあるんでちょっとねドキドキはしてるんですよ。ひいあんさんありがとうございます。 非常に緊張しているようですね。えー、えー、まあ、リラックスしてね、力を抜いて打席に立ってほしいと思います。はい、非常にです。ありがとうございます。日ヤさん、ありがとうございます。うん。出産立ち会い時に三テレビのテーマのパンパラパンパラパン、ポンのタイミングで誕生もあり得るのかな、って。<laughs> せーの。あるか絶対ないと思います。<laughs> それはないやろ。あったらめっちゃ面白いけどな。<laughs>

これは壮大なエンターテイメントやな。まあ、あの、さすがビッグボス新庄に負けないぐらいのね、やっぱ SY30 に来てますしね、ビッグボスなんでやねんって言われるかもしれないですね、僕もね。東の新庄、西のなんでやねんって言われるかもしれないですね。うん。ええー、ありがとうございます。梅津くんも来年、板山選手を開幕サめ頑張れ。おお、なんで急にそのタイミングで急に自分の推しを掘り込んできた。ありがとう。ういや、もう板山は頑張ると思いますよ。うん。板山は絶対いい 選手ですから間違いないと思います。うん。伊太 <laughs> 梅津さん、スパチャありがとうございます。僕も頑張って来年は開幕試験狙います。ちなみに僕この顔の後ろに高寺って書かれてます。<laughs> まずは顔と名前が一致するように頑張ります。<laughs> デカピオさんに「タカテラ」って書かれてましたこれはい「タカテラ」って書かれてたんですけど高いい、うん、顔を見たら板山でした <laughs>、うん、似てるけどちょっと、うん、似てるけれども似てますけれどもねさすがにちょっとタカテラではないよって俺も言ったよねタカテラではないタカテラには似てるけどタカテラではないっ <laughs> ナイツオールナイツって感じですね <laughs> 高寺も板山みたいなタイプ まあいやそうや、うん、バッティングもいいしな、うん、いや何その間違いについて俺ら2人でしんみりと語っとんねこんな時間にみんな寝られへんのに。はい、えー、梅津くんありがとうありがとうございます梅津くんからもスパッチャーいただきましたよ。 えー、さあ皆さん、そろそろね、終わっていきたいと思います。本当に今日も遅くまでありがとうございました。ケイスくんも来てくれたばっかりなんですけど、今日はね、終わるんで、まあ、2時間前からやってるんで、もしあれだったら駆け足でね、見ていただいて。でね、まあ、誰かね、あのー、ヒロムくんがやってくれたりするんですけど、あのねタイムキープをやってほしいのね。何分ぐらいからこの話した。何分ぐらいからこの話したって、この話だいぶ長かったけどね。 そういうのがちょっとねあのあると嬉しいんですけどまあなんか我こそはタイムキーパーが好きですみたいなね職業 TK ですみたいなね TK 小室じゃありませんタイムキーパーですウェイみたいな人がいたらもしよかったらねコメント欄に書いてくれたりしたら嬉しいなと思ってますさあシンシンえー、ありがとうでまとめ1祝伊藤の月間 MVP2 球児さんからの お金言いや本当に3案件ではございませんがたとえの多くが競馬関係 <laughs> いやほんま案件ちゃうけど俺の中での競馬愛っていうのがいかに出てるかっていうの分かるでしょうんそれは感じていただけたら僕嬉しいなと思うんですけどはいありがとうございますどうもなんちゅうテーマソングで俺を出しとんねこら ピッチャー田中。<laughs> ありがとうございます。心身、後まとめスパ。うん、ポニョの音楽に対して、星野監督出てくるって誰も思わないよね。うん、これこそが、ね。ストレートの振りで。チェンジアップ投げられた時の、バッターの反応やと思っといてくださいよ。はい。<laughs> 絶対打たれへんから。うん、それぐらい腕振られたら。もう、ポニョぐらいの。お、音流した後に。ね。星野監督出てくるのか、まずないですから。 ありがとう。シンシンまとめスパありがとうございます。シンシンまとめスパ。<laughs> いただきます。ファイツ。シンシンありがとう、えー。ということで皆さんちょっとね、まあ本当オフなんでね、タイガースのことでとかないんですけど、あのこのようにね、あのザ、ー、ンの。 スパチャとかも含めてありがとうございましたねあの長時間つ付きあっていただいた方本当にありがとうございましたまあ今日のニュースですけどもね、えー、矢野阪神 V1 の裏側と10日からの秋練習秋練習二軍守備外野コーチが工藤隆仁になる V1 とらこんなデータこれは明日もやりますで伊藤正司が月間 MVP 初選出というようなことを中心に矢野監督の続投ねえー、もろもろやってきましたけどもまた明日も5時になったらニュースが出ますんでねこのあと4時間後半ごろぐらいには。<laughs> まあちょっとねまた明日も今日もね、えー、まあ,あの今日みたいにあのこんなダイジェスト予想動画、まあ、見れない人はこれ見てくれたらあ今日はこんな話したんやなっていうまあ概要だけ今日2時間20分もこれについて喋ったっていうね <laughs> おしゃべりこのおしゃべりこのおしゃべり将軍おしゃべり男爵ありがとうございます。 うん、楽しくなっちゃって、ずっと喋っちゃって、井上コーチのくらいが一番盛り上がったね、今日はね。井上コーチが、佐藤はマイラーなんだよね。2500走れるような馬になるためには、スタミナをつけろ。いや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 、あんたの手綱のさばき方ちゃうんかいみたいなね。<laughs> めちゃめちゃみんな盛り上がったよね。馬の例えになってからは。はい、まあそういうのも楽しいかなと思いますんで、えー、皆さん引き続きやっていきたいと思います。やっぱりもしか最後までいっちゃいましたね。ありがとうございます。毎日嬉しいね嘘気味ですということで。はい、これ、オフを毎日やってるんでね。 はい、オフ毎日やってるんでこんなことがまあ日々続いてるとねたいね「ちょっと待てよ24時間の中であの人に俺2時間半ぐらいは使ってんなやばバくね?」ってなってくるから何 <laughs> であの人俺はそんなに見てるんやろって冷静になった瞬間にみんなはそれなりに自分の次のステージに行く時やと思うから、うん、でまたシーズンがなったら「ドラゴンボール」みたいに帰ってきてください、はいね、それまではもうみんなどっか飛んでってあのなんか普通の石みたいになっておいてください まあちょっとよく分からないんで終わりたいと思います <laughs>。ありがとうございました。ええー、お後がよろしいのかよく分かりませんけど、お後がよろしいようなんで、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。ええー、いつもありがとうございました。ええー、今日もありがとうございました。また明日、ええー、今日か、ええ今夜のように元気にまた皆さんとお会いできることを楽しみに終わりたいと思います。終わりましょう ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。高評価まだの方、ぜひ高評価お願いします。えー、ずっと見てたけど、なんやねこいつと思ったけど、楽しいなと思ったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。おやすみなさい。よい